我慢措置28イケメン界のロンリーズへ、アキオンです。よろしくお願いいたします。イエーイ。ふーということで、ジョッキーズロードナンバー6ですね。第6回ですね。続きからアクト2フリージョッキー3年目12月2週やっていきたいと思います。コメント高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。キールさんこんばんはです。よろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。いやじゃあやっていきましょうか。早速前回はどこまで行ったかとか覚えてないんですけどね。まあやってるうちに思い出すかというようなね、軽いノリで馬に乗りに行きましょう。ドドンということでね。え、そうなん？朝日杯に出ますよっていうところで終わってた前回。小まけれさんありがとうございます。いよいよ今週は朝日杯に出るのね。高野くんとの同期対決楽しみにしてるわ。あ、そうか、なんかジョッキーズシリーズみたいなねやつ前回やってで優勝したんですよね、見事ね。いやー一流ジョッキーですわ。ジャパンカップダート、そうですね、ジャパンカップダートかね、そうですね。で見事優勝ですね。見事一着ですね。誰やった、姫ね、ナッツ姫ね。ちょっとピーナッツ、うちで出してるピーナッツちょっと美味しくねえわっつってね、そんなこともねありましたけどもね。いやロリープリンスは強い馬だけど付け入る隙がないわけじゃないわ。まだまだ2歳馬同士なんだし何が起こるかわからないでしょ。そうそう、たくまくん一位先生が決めさせたよっていうことですね。一位先生11ね、僕を呼びつけるんですよ。ドドンっていうね、家田騎手、女の子やん。女の子、喋り方からするにちょっとね女の人というような感じもしますけれども、あらあら来すぎちゃんやないの。あ、そんだけ、いやいや、てへてへみたいな。いや、なんか人が集まってるね、今日。甘かさ、キュイン。ピグスグビン使え、いや、嫌なこと聞くな、そのままあるか。まあ、ジャパンカップ激走したし、まあ、楽させたい。少し楽させたから、今のところまだちょっと重いけどな。追い切ればちょうどよく仕上がれろ。なるほど。脇谷先生、マジか。新しい先生が、僕を、お、高野、お前、ちょっと待って。この紫のジャケット、もしかして、お前チーム、離されへん、離されへん。離されへん、離されへん。離されへん、近づかれへん、近づかれへん。なんかバリア張られてる。おい、くそ！え？朝日杯？すまない。今、忙しいんだ。マジかよ。高野、お前、チーム乗っ取り、なんかちょっと、ちょっと会話がね、あのもうほら一回話した後のなんていうの、あのデフォルトというかの会話になるとなんかいいやつや、元のこいつあれやな、キャラ作ってるな。新旧さんこんばんです、お疲れ様です。こいつね、キャラつく、もうノトに合わせて、ノトに合わせて多分キャラ作ってんやろな、さすがやな。おっ、ガッツポーズ決まってましたか、ありがとうございます。お、荒い騎手。さあ、ロンリープリンスの方が評価高いと。ヨシンボクラシック。僕が前から指摘している通り、今年の2歳馬は非常にレベルが高い。おお、そうか。ノトゥー厩舎のエンペラーとかね。なるほど。
ね、見事な追い込み一気でしたよね。いつも通りの。プライムさん、こんばんです。お疲れ様です。ちょっとね、あの喉の調子がまだ良くなくて、急に咳込むこととかね、あるかと思いますけれどもね、あの多めにね、見ていただければと思います。ゆうきさん、こんばんは、よろしくお願いします。いつもありがとうございます、皆さん。あ、はじめまして、バケデン先生。あ、はじめましてじゃないか、イマジンで、え、あ、そうかそうか、前回のあのジョッキーズシリーズのやつ、そうかそうか。いや、暇人してるんで、僕、ドドンっていうね。よく買ってくれてよ。機種が9時で決まるから、ね。7時ぐらいに9時は引くんですけどね。うん。9時で決まるってね。ドドンっていうね。メルクさん、お疲れ様です。よろしくお願いします。いやー、ありがとうございます。またいいもん回してくださいね、先生。脇谷牛舎。いちいち呼んでくる、いちい先生、また女のケツばっか見て、もっと僕のことを見てくださいよ。あ、超上級者、そう、浜崎さん、後ろ気をつけ、後ろ気をつけた方がいいですよ。あ、脇谷牛舎、あ、戦国さん、多分イマジンで買ったこと褒めてくれようと思ってくれてんやな。さあ、ここら辺のお使いが、お使いというかね、これがちょっと大変なわけなんですけど、あれ、おっと、このとこにうまいこと隠れとったな。ちい先生、お呼びでしょうか。おお、君か、よく来てくれたね。ちょっと話があるんだ。いよいよ、あ、来たよ、アサイハイ、買ってみせましょう。ここまで来たら相手など関係ない、自分のレースをすることだけ心がけてくれ。今週の騎乗頼んで任せてくださいよ。大船に乗ったつもりでどんと構えておいてください、先生。もう山上さん、ずいまだから目一歩掘ってくれ、任せてください、任せてください。追うのだけは得意、あ、追うのだけは得意、いや、そんな得意じゃなかったね。旧車ね、増えましたね。多分ね、あれ、これだけか、なんか多分これが初めての旧車だと思うんですよ。ちょっと待って、なんか誰か他に言ってなかった旧車新しいの。脇谷先生ね、脇谷先生と市井先生だけか。で、ここの、ここの戦国、戦国さん、人がおれへんかな、人がおらへんやん。なんだこの旧車、どうなってんねん。ねえ、旧車の旧が、ね、休むっていう感じになって、多分みんな休んどるな。旧車やな、休む車で書いて旧車やな、今ここ。違う違う、そんな面白くない、面白いこと言わんでもいいのよね。うん。どうしよう、どこに何がおるかわからんな。ダービーで俺をき、ね、ダービーで俺を裏切ったイムケズルさん、インテンションか。いや、今週の騎乗馬、あ、これだけなんかな。
なんか特になんか誰か来いとかも言われてないもんな。行くか行かんで。あ、ナンバーさん探してる。なんかこう一個一個回ってかなあかんのがね、ちょっとね、まあ。おお、そんなアップに。あー、そうか、ナッツ姫の、お、土曜日。オッケー、土曜日やったら大丈夫。日曜はね、ちょっとね、中山行かんためなんで。ちょっと待ってよ。ナッツ姫。ナッツ姫。時枝急所。あ、地方行ってる。あ、そうか。障害行くか、ダート走らすかで、地方に行くことになったんや。そうなんや。勤務やからね、別に引退させてあげたらいいのにね。さあ、ナッツ姫の件で何か。ナッツ姫の件何かあるでしょう。4勝ちましたよ。あ、そや、言わせとったか、天野厩舎、天野先生が厩舎に来い言うとった。あ、そうな。すごいふてくされた顔してんな、あの人。いやー、女の厩務員さん多いですよね、結構ね。え、おー、女の厩務員さん結構多いし、騎士も結構多いしね。この時はそうやったんかな。あ、天野先生、テレビ中継取るんですよ。ちょっと、小泉がせるつもりじゃ。最初です、広場。おっ、夢の桃源郷。しんがりに近い人気だろ。なるほど、任せてください。まあこんなもんか、行くか。優勝ジョッキーですからね。それでは、オードムービーの追い切りやってもらおうか。リウッド、追って合わせて1ハロン。何よ、ちょっと、何詰めてきてんのお前。ふざけ、ちょっと待って、だいぶ置いて帰って、まずこれはまずいな。全然合わせれてないし、しかもマジかよ、全然終われへん。いつも通りやな。まあ、だから合わせまでならないし、馬には持ってかれるし、どうにもな、いや、ちゃうって、ねえ、車庫っていうか、遮ってきたよ、隣のやつが。うわ、あいつ多分あれやな。な、俺のこと嫌いなやつやな、あいつ。ねえ、多分僕のこと嫌いなやつやったんでしょうね。だからちょっと、なんて言うんすかね、ちょっと、貶め太郎みたいな、そんな感じで来たんやろな。絶対に右鞭は使うんで任せてください。そもそも鞭すら使わないんで、僕基本的には。前馬ゲートの中、係員が離れてスタートしました。ややばらけたスタートになりました。さあ、どうなってるって。どの馬が行きますか。
先手を奪ったのはババータイトル、リードを広げます。うまくはなってないんか、うまくはなってないね。さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内アングルショット、外を追走するのは3番チケット、5番手スタート。お、3番チケットおるやん。さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内にはサバイバルグリーン、ノームプライス、外を追走、ほとんど差はなく1番ポールポーション、その外には大黒堂、後方から3番手に天下統一、後方から2番手にエイリアンフォース、1頭ポツンと離れて出て勝つんこんな追走はオートムービング、2コーナーカーブ。さて先頭に戻りましょう。依然として先頭はカバータイトル、リードは1馬身半。おお、かかってるかかってる、いいね。ほとんど差はなく3番手にオリンピックテラス、その外にはスタート一騎、5番手には3番チケット、ほら5番手には3番チケット。後ろからは2頭並んで、内ドームプライス、外を追走するのはウイングゼロ、ほとんど差はなく4番天下統一、後方から2番手を追走するのはエイリアンフォース、1頭ポツンと離れて最後方を追走はオートムービング。これから3コーナーに向かいます。オートムービングやで、自動で動いてねんで。この辺りから各馬動き始めます。先頭はスタート1機半馬身のリード、2番手からカバータイプ、そのうちに6番オリンピックテラス、その後ろは2馬身ほどの差でアングルショット、直線に入りました。オートムービング、内をついて上がってきました。内をついて上がってきてんのこれ。後続に3馬身のリードを取りました。2番手にはオリンピックテラス、アングルショット差を詰めてきている。残り 200m、 カバータイトル、リードは2馬身半、2番手アングルショット、ちょっとあれか、ちょっと離れすぎた最初。おお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 おしんがり人気に近いって言われてた。あ、逃げか。花を譲ったらいかんぞか。はあ、マジか。全馬ゲートイン完了。かかりは離れてスタートしました。おっと、一頭で遅れた。夢桃源郷。さあ、夢桃源郷。先手を奪ったのはボディーコンタクト、1馬身半のリード、2番手にメリータンカー、さらにすぐ後ろからは2頭並んでベストオファー、内を追走、外にゾディアックカノン、5番手、まあ逆逃げってやつですよね。逆逃げ12番、ね、ブールトランポリン、中段にはマタタギメーター、その外には9番スミス2号、3コーナーカーブ、その後ろは2馬身ほどの差で LL スミス2号、じわっと上がってきている。先頭はボディコンタクト、1馬身のリード、魂詰まりさん、メリータンカー、その後ろは小山よろしくです、よろしくお願いします。上がっていったのは5番ボストプリマスター、その後ろに11番レンジャーアングル。桃源郷へ行こうぜ、桃源郷へ。スミス2号、差を詰めてきている。ボストプリマスター、2馬身のリード、2番手レンジャーアングル、3番手夢桃源郷。さあ夢桃源郷行くぜ。後続に2馬身半のリードを取りました。2番手にはレンジャーアングル、足が止まってるぜ。足が止まってる。リードは2馬身、2番手は接戦、内から夢桃源郷、ポストプリマスター、今頑張れ頑張れ、2番手かこう。結局押し切りました。惜しい。かー、3着か。頭さ、ちょっと最後ね、よそ見せんかったらいけてたかもしれないですね。さあ G1 朝日杯、ここは勝負どころです。雷神吹雪、期待のね、来年のクラシックを。マジかよ、ダントツかと思ったら下におるな。もう一頭ロンリープリンス高野、お、五月女もこんなとこにおる。ちょっと待って、結構すごいな。天竜、名前的にはもうこんなんめちゃめちゃ強いやん。さあ
ね、うちに。いや、1枠やからね、まあ大丈夫やろ。詰まることだけちょっと気をつけたいですね。いや、二強対決ですよ、ロンリープリンス。おお、かっこいい。やっぱクラスによってちょっと違いますね、サードの。全場ゲートイン完了。確認は離れてスタートしました。サクセス B、ポントコースター、半橋ほど抜け出しました。おい、いい感じいい感じ。どの馬が行きますか。花を行くのはサクセス B。 後続に一馬身のリードを取りました。2番手サーカムスペクト、3番手にデンジャラスゾーン、ほとんど差はなく10番ササヤコマンド、鷹の居合行き、5番手から終われへん終われへん、スピード上げたよね。2頭並んで2コーナーカーブ、内には日吉天保、外にゴーチコマンダー、そのうちに1番よしよし、ライジン吹雪、ナック強し、後方から3番手を追走。どこにおんねん、ロンリープリンスは。2番手にはニューパリジャン、わずかに最後方はサブマリンクルーという体勢です。さて先頭に戻りましょう。先頭を争うのは2頭、これから3コーナーに向かいます。サーカムスペクト、サクセス B、その後ろは2馬身ほど離れて、いやこれ刺さってるか。その後ろは2馬身ほどの差でロンリープリンス、5番手を追走するのは抜けれるやろ。その後ろはよしナイス。2馬身ほどの差でデビットユニバース、ライジン吹雪、内をついて差を詰めてきている。さあ先頭はサクセス B、 のとこでも半馬身、2番手にはサーカムスペクト、その後ろは2馬身ほどの差で待てへんからね。その後ろは2馬身ほどの差でライジン詰まってた今、直線に入る。ちょっと待って、今詰まってた。嘘やん。デビットユニバース3番手、ライジン吹雪、ロンリープリンス、リードを広げます。2番手で全然あかんやん、詰まってたんかな。クソマジか、追えてないし。2番手からデビットユニバース、ロンリープリンス先頭、その差を広げます。ロンリープリンス今ゴールイン、ロンリープリンスマジか、再配を制しました。こんなはずじゃなかったのに。あそこ詰まってたんかな、上がってかれへんかったもんな。ちょっと待ってよ。いやこれはもう勝たれへんレースになってるはず。そう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 。マジで。3年目ジュリーグ3周火曜日、勝負係の話はもういいのよ。いやーどうしよう。評価アップ。もうね、 S プラスなってるからね、評価のアップはまあまあ。レースメーター V、 レースメーター V 買っとくか。いや負けた、ちょっと待って、めっちゃめっちゃムカつくっていうか、めっちゃ悔しいわ。かける3で古着のってことは2つぐらい買わなあかんってことかな。誰も声かけてくれへんかったもんね、始まった時にね。先生すいません、負けてしまいました。レース後に箱、でやっぱりそういうイベントやった、俺のせいじゃなかった、多分レース中に故障したんだろうが。走る虫くん、ああそうなんや。マジか、負けたからなんかな。今回勝負係、翔さんこんばんです。箱マジか、小牧姉さん、いやーほんまやわ。
雷神吹雪故障だって。あー、どこまでもついてないのね。でもこんなことでめぐちゃダメよ。はっきり言うともう勝負つけ済んだ馬よね。それより違う馬に乗る方が打倒ロンリーの可能性はあるんじゃない。そうそう、たくまくん、クラチ先生が君を探してたわよ。そうですね。そういうイベントなんかな、やっぱりそういうもんなんかな。倉先生、何や、あんたか。まあちょうどいい、話があるでいい。土曜日のキュリスム1000万どこいつ。ブラフマン、まあ、ブラフマン何回か乗ったというような気がするんやけどな。ずっと2着やな。OKOK。 まあでも言うてね、有馬記念のね、有馬記念のあれですよね。うん、有馬記念のツバメ王かね、それが待ってるんで年末には。まあそこで多分アクト2が終わってアクト3になるのかなっていうね、そんなところですけど。まあ南原先生、え、それだけ。南原先生 OK。来年のクラシック、ちょっと活躍できるもの回してください、誰か。あ、すいません、ちょっと可愛いお姉さんが、可愛いお姉さんが通ってたんで、ちょっと見てしまいました、すいません。さあ。ねえ、すぐ女の人のこと見るからな、木杉くんは。田村先生、何か話があるようで。日曜日の8時1000万。オッケー。こいつに乗せてやる男だ。あ、ありがとうございます。多分ここな、こいつは威張れるところ。オッケー。ちょっと待って、スタンドに行けば誰かおるやろ。ちょっと、なんかちょっと悲しいね。ちょっと、雷神吹雪やった？名前忘れたけど。まともに名前覚えてないって、馬の。いやー、ロンリープリンスっちゅうのは強いわ。くそ、ノートギーシャのエンペラー知ってるだろ。ロンリープリンス、おー、ラジオ短波杯。あー、そうかそうか。あれでもタカのあれ乗ってたよな。買ったの乗ってたよな。あれ？エンペラーじゃないよな。もしかして、どっちか回ってくるんちゃうこれ。ねえ。西さん、久しぶりですね。どうやったくも、古い騎手になった気分は、ちゃんと、騎乗馬もらっとるか。まあ、たくもなら心配ないと思うけど。プラネット5号はどうするんや。え、あれ一回きりか。仮にもどこまで天皇賞買ったのにな。うまやわ。なんでツバメ俺やって。え、ちょっと待って、ツバメ王にタクマを乗せてやってくれ。のとさんのピンク、この人スコーピオンのことね、スコーピオンって言うんすよね。え、なんでツバメ王、だってあいつ吉沢さん乗らへんって言ってたやん。え、嘘やろ、ほんま。
後ろのやつもめっちゃ見てくるけど、こっち。え？ツバメ王はくれるって言ったやん。いやー、ね、調教助手の方も厩務員の方もね、女の人多いですよね。いや、故障したからって、そんな、あれじゃないですか、吉沢さん。そんな、大人、いや、プライドないんか、あいつ、吉沢。吉沢、お前、一回渡すって言った馬に、さ、まさかやろ。なあ、よいしょ、スプリングね。え？あれ？神宮寺厩舎やん。ちょっと待ってよ。なんか言うことないか。おい、ツバメ王のことや。おい、くそ、くそー、悔しい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 、だがそれでいい。いやいや、よくないわ。吉沢ちょっと、吉沢ちょっと殴りに来たよな。ねえ、今から一緒にね、今からそいつをね、殴りに行こうか。誰がやいやいやねんって。あっ、菅生先生、めっちゃ怒られてる。あの塗り切ってもなんだ、調教師の指示をなんでと思ってる貴様。怒られた、めっちゃ怒られたわ。くそ、怒られたばっかりだな最近。なんかここら3年目12月3週水曜日魔老城、さっきのね、さっきの失敗があるんで大丈夫です、任せてください、僕に任せてください。合わせていきますよ。よし。もうとにかく戦力すればいいやろっていうね。合わせろって言われてんのに追いつかれてるし。少し話してほしかった。いやいや、馬がね、追いつかれるねんって。無理やねん、それは。勝負係。逃げか。いや、スタートね。もうほんま絶妙なタイミング、空いた瞬間のね、絶妙なタイミングをね、見極めないといけないんですよね。全馬ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。ややばらけたスタートになりました。さあ、先手を伺うのはどのちょっとあれやんか。先手を奪ったのはブラインサーベル、リードを広げます。2番手にババータイトル、オリンピックテラス、3番手から4番手にはスタート一気、5番手には大国道、さらにすぐ後ろからはレースメーター出てるやん、結構。外にはスターダストロード、その後ろは4マシンほどの差でアングルショット、最後方からマグネットストーン。さて先頭に戻りましょう。依然として先頭はブラインサーベル、3マシンのリード、2コーナーカーブ。勝負係がね、2番手、3番手からオリンピックテラス、
番手ねえ、ポイント入れてないからね。すぐ後ろからは2頭並んで、内を追走するのは遊園地スタート1機、外を追走遊園地、後方から3番手にスターダストロード、その後ろは5馬身ほど離れてアングルショット、わずかに最後方はマグネットストーンという体勢です。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。オリンピックテラスリードは2馬身半、スターダストロード2番手を追走。さあ開けてくれよ。おうちカーブほとんど差はなく、3番スタート1機 1000m を通過65秒です。4番手ブラインサーベル、その後ろは2馬身ほどの差でアングルショット、アングルショット、花を行くのはオリンピックテラス、スターダストロード2番手を追走、その差2馬身半、そのうちに3番スタート1機後位にアングルショット、ブラインサーベル5番手から、その後ろは2馬身ほどの差でカバータイトル、まもなく直線コースに向かいます。人気のマグネットストーン、まだ最高峰にいます。オリンピックテラス、まだ最高峰やばいやろ。最新のリードを取りました。2番手スタート1機差を詰める、スタート1機抜け出した、2番手アングルショット先頭を追います。アングルショット抜け出した、お、ちょっと待って、全然伸びひんわ。2番手からスターダストロード、アングルショット、アングルショット1着でゴールイン、アングルショット強かった。やっぱ逃げなあかんかったかもしれないですね。スタート決めて先行したいけどね、前につけられへんからな。全馬ゲートの中、体制完了、スタートしました。ちょっと待って、めっちゃ高速に行ったって今。先手を奪ったのは半馬身のリード、2番手にはメイユーハーモニー、上がっていったのは9番グランドハンド、えげつないぐらい飛び出したけど。後ろからは2頭並んで、内山ねえ外にはさえずに、その後ろは2馬身ほどの差でグローサリーにもかかわらず、この位置3馬身ほどの差でグレートエンペラー、3コーナーカーブほとんど差はなく、12番ビブラハーブ、そのうちに3番カーチューニング、めっちゃ出た、めっちゃ飛び出た、そんなことあんねや。11番ボビーデイスラー、その外には16番バックドロップ、そろそろ各馬差を詰めにかかります。残り 600m、 先頭を行くのはラミネッタ、半馬身のリード、2番手にはグラッドハンド、その後ろには6頭ほどが引き固まりで、アラジンランプ、内を追走、第4コーナーから直線後位、グラッドハンド、ラミネッタ、一馬身半のリード、2番手からグラッドハンド、3番手にはビブラハーブ、ラミネッタ一馬身半のリード、2番手ビブラハーブ、差を詰めるビブラハーブ、行け行け、2番手からラミネッタ、サクランボ上がってきている、サクランボ行け、グラッドハンド、あと100を切る、あなたと私サクランボや、笑顔避け、ビブラハーブ、ビブラハーブ、今ゴール、はぁ、追いつかんかった、めっちゃスタート切る、めっちゃスタート飛び出たし、ビビったわ。タイミングがね、ちょっとね、うん、あのゲートが開く前に出たぐらいのあれやったんですけどね。うん、だから出遅れたと思った、完全にあのゲート立ち上がった出遅れ。めっちゃ出たよな、あのタイミングか。全馬ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。バラバラっとしたスタートです。さあ先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのはロックルー、半馬身のリード、2番手にホワイトフィンガー、上がっていったのは2番バイタルスパーク、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内からジャスミンポンプ、外にはハットトリック、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内にブライムシー、結構早めのねタイミングで、その後ろは2馬身ほど離れて武士の魂、その後ろは2馬身ほどの差でジャバノート、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内にはオリュー、外を追走するのはクルージングテール、2コーナーカーブ、さらにすぐ後ろからは2頭並んでブラフマン、内を追走、外を追走、いやブラフマンちょっとやっぱここでは一番人気やね、やっぱり。さて先頭に戻りましょう、うん、先頭入れ替わりました。結構いい感じ上がるわ、リードを
広げます。2番手にはホワイトフィンガー、上がっていったのは9番ハットトリック、4番手ロックルー、その後ろは2馬身ほどの差でジャスミンポンド、ほとんど差はなく12番学園イージー。おー、前のやつなんかフラフラしてどうぞ。追走、これから3コーナーに向かいます。さらにすぐ後ろからは3頭並んで、内にはブラフマン、中にジャンヌダルク、外からジャバノー、その後ろは4馬身ほどの差でインセプトモール、その後ろは2馬身ほどの差でクルージングテール、上がっていったのは5番ボリュー、後方各馬が徐々にスピードを上げていきます。先頭を争うのは2頭ハットトリック、バイタルスパーク、さあいけるいける、3番手をこれはいけるやろ。その後ろは2馬身ほどの差でホワイトフィンガー、上がっていったのは1番ジャスミンポン、直線に入りました。ジャンヌダルク差を詰めてきました。バイタルスパークリードは1馬身半、ハットトリック先頭を追います。3番手ロックルー、バイタルスパーク半馬身のリード、2番手にハットトリック、ハットトリック抜け出しました。おっと前がロックルー抜け出しました。ブラックマン、ブラックマン差し切って、差し切ったぜー。おー、めっちゃ白いモール、いいね。ホワイトフィンガー、やっぱね、白毛の馬にはね、やっぱつけたくなりますよね。うん。ホワイトっていう名前をね。展開有利。に収まっています。スタートしました。ややばらけたスタートになりました。ほら、ちょっとスタート上手くなってますよね。先手を奪ったのはガールハンド、リードを広げます。コンビスタイル、2番手を追走、3番手にはスタンマニフェスト、その後ろは2馬身ほどの差で追うのが上手くならんのかな。追うのが差はなく、5番手にはダイスクリスピー、その後ろは4馬身ほどの差でシティ娘、その後ろは2馬身ほどの差でトラブルビギナー、その外にはオリエントキュー、メルボルン10、後方から2番手を追走、ワンブレーズ、最後方を追走。さて先頭に戻りましょう。依然として先頭はガールハント、リードは1馬身半、これから3コーナーに向かいます。2番手にはコンビスタイル、その後ろは2馬身ほどの差でスタンマニフェスト、フランシスカルデラ、4番手から5番手にダイスクリスピー、その後ろは2馬身ほどの差でダンディフィーバー、よしよし、ほとんど差はなく6番シティ娘、その外には8番ベルボルン10、オリエント9、中をつけて、ね、レースメーターがあるとやっぱはガールハンド、ね、スピード上がってるのが見やすくてやっぱ、ね、いいですね。上がっていったのは5番スタンマニフェスト、4番手からベルボルン10、まもなく直線コースに向かいます。残り 400m、 オリエント9、中をついて差を詰めてきている。スタンマニフェスト抜け出しました。行け、走れろ。嘘。おお、こうしてるぜ。オッケー。完璧じゃんか。いやー、立派立派。さあ、有馬記念です。12月4週。怒ってるけど顔、大丈夫か。3年目12月4週ね。今年もまた有馬記念がやってきたな。1年の総決算のレースじゃから、ここに馬を出走させるだけで今年1年頑張ったという気になるわ。馬券も一番売れるレースだし、ファンの注目度も高いからな。でも競馬は競馬に変わりはない。ピンクスコーピオンで決まったなどとそこらのスポーツ新聞が書いておるが、とんでもない話じゃぞ。先生、それはそうと、本題から結論から入ってください。あれは競馬を知らんやつの記事じゃろ。そんなに力の差があるわけじゃないわ。で、結論何なんですか先生。
実は渋沢さんから預かったツバメはこれで引退が決まった。でどうなんですか、結論お願いします。つまり今週の有馬記念がインテアレースになるということじゃ。引っ張るね。お、さすが吉沢騎手、さすがじゃないですか。いやいや、もう一度譲った馬やからとね。いや、そんな俺に乗せるね、乗せるなんて言ってくれたってことでしょ。吉沢さん、さすがだわ。それがライトニングスターが出ないならと吉沢君に騎乗を頼んだんじゃがの、騎席に譲ったの一点張りでな。まったくギリガタさにも程があるわい。泣けてくるぜ吉沢さん。ちょっとでも吉沢さんのことを悪く言った自分が恥ずかしい。くー、すいません。いやいや、やむなくとも言い過ぎやろ。ちょっとね、そこでやむなく、あ、ちゅうわけでもないが、ちゅうてる、あー、やむなくちゅうわけでもないけど、お前さんに頼むことにしたよ。お前さんもこの馬には思い入れがあるじゃろ。最後のレースじゃ一発狙ってこい。ありがとうございます。やだー、有馬記念だー、ツバメは帰ってきたぜ。吉田さんありがとう。吉田さん、ツバメよ、引退か。ということはお前にあげたポイント全部返ってくるんやな。くそ、そうやって甘えてくれると本当に可愛いもんだよな。マジかよ、柿田さん、もっと綺麗にしやってください。やることすべてやった、言っての間もない、デイブス以来。ありがとうございます。順次を尽くして天命を待つ、肉を切らせて骨を断つ、そんな気分です。南原さん行ってきます。南原さん、いや、来ましたね、ツバメの誰負けね。ここはグランプリジョッキーになってね、世間をあっと驚かしたい。吉沢さんにもちょっとご挨拶したいしね、え、ちょっとありがとうって言いたいな。天皇賞乗り換わって失敗したからってだいぶ、ああ、荒井さんね、ああ、オートムービング、あれ、オートムービング、あー、なんかめっちゃ出るよね。おー、めっちゃ出してくれ、乗せてくれるのありがたいけど、すごい大変やね。有馬記念だけでええねん、気分的には。これやらなあかんのかな。もしもし、ちょっと時間もないんでね、あの、かまって暇ない、いらんやつやで、あの、知らんやつにかまって暇ないのよ。まあそうっすね、よくある話やわ。あー、美人だわ。年上ってだけで美人に見えるもんな。いや、女の人の話です、男の人の話じゃないです。これで耳の刀剣行事じゃがの、ゲリバに乗ったんじゃからの、そんな悲観することない。結果はどうかしや。わし、逃げてみると言っちゃうはずじゃわ。じゃあ、スタートがね。また出すの？逃げろって？逃げられ。
逃げられへんやつに逃げろって指示出すのちょっとやめてもらっていいですか先生。さあ先生先生、いやーすいません、中山やからなあ。あ、そうか。ちなみに、能力としては、ね、何も上げてないですね。そうそう、勝手になんか上がってるっていう感じ。いまだにね、うん、おお、7ポイントありがとうございます。やっぱ怪我するのはねちょっとやっぱ悲しいですね。ああありがとうございます。そんだけか。まあまあまあ、さあということでこれだけノリウモがいますが、やっぱりこれね有馬記念、ここはちょっと何としても勝ちたい。小牧姉さん、小牧姉さん、小牧姉さん、おい、なんだよね、大牧有馬さん出たかったのに。いやいや、何言ってんねん、実力の世界ぞ、ここは。おい、高野キスギ、君がツバメ王に乗るとはね、当然ユスダさんが乗るんだと思ってたよ。でも誰が乗ろうが関係ない。ライトニングスターのいないここでは僕のピンクスコーピオンを任せる馬はいやしないさ。まあお互いに全力を尽くそうじゃないか。同級生同士のワンツーも悪くない。そうやな、お前がツーやからな。ふん、覚えとけよ。さて小牧姉さん、小牧姉さん、なんかね話してくれそうやからね、小牧姉さん見つけたいけど、いやちょっとね馬のグラフィックいっぱいここあるんで、重くなってどうしても画面がね重くなってしまうんですよね。あ、西さん、いえ、うつぶんありまけんや。JC を乗車会があったで。ほんま嬉しいや。人生涯最後の出来や。引退とはもったいないけどな。まあ、早くするけど、ピンク任しちゃってや。任してくださいよ。任してやって、任すことを任してくださいよ。お、ノート。俺のピンクスコーピオンに勝てるかな。JC で世界の強豪破ってもらうぞ。いやいや、任せてくださいよ。いや、任せてください。任せるの方、うん、勝ち負けの負け、あ、もう、まあ、先生、頑張って、最後になるの、いやいや、こっちやで笑うのは。ね、毎回ダジャレ言ってるんですから、こっちは。こっちの方が笑うでしょ、もちろんっていう。いや、いい顔してる、相変わらず。え？いいやつになってました？
え、いや、いいやつになってました。あれ、おお、見つけた、小牧姉さん。ほら、もう世界中どこにいたって見つけますよ、僕は小牧姉さんのこと。え、そうなの、照れるわ。いやいや、ツバメを泣いて笑ってもこれが最後よ。悔いが残らないように全力を尽くし、君だけで優勝できるわ。だからこのピンクスコーピオンは中小化って一番人気を感じたけど、やっぱり今後期待多少疲れが出てるわね。ノブさん相変わらず強気だけどね。今までの悔しさも全てぶつけてない。小牧姉さんも応援するか。小牧姉さんの、お、小牧姉さんの応援があったら頑張りますよ。100人力ですよ。ほれほれ、ツバメ王、ほれほれ、たくまくん、なんてね、はは。いやー、なんか小牧姉さんよく、なんかあれですね、なんかよくよく聞いてたら、なんかみ、あおやきすぎる。いや、ちょっと喉の調子が悪いからね、そろそろ喉がガレてきたな。ボーイミーツが、ボーイミーツ、いやいや、もう、いや、喉がちょっと調子が良くないな。いや、ちょっと、喉飴をね、ちょっと頬張りましたんで、ペチャペチャ言うかもしれないですけどね、ちょっと多めに見てあげていただければなと思います。さあ、最後のね、ツバメを、泣いても笑っても、これが最後です。感動のね、引退レースとなるのか、それとも、ね、悔しさがいっぱいの、引退レースになるのか。それではツバメ王の追い切りをもらおうかな。コースは D コースの芝、内に合わせて最後いたの。はいや、ちょっと待って、めっちゃ瞬発力あるわ、全然違う、何これ。全然あれやわ、何これ、追いついてけへんやん。あ、追いついてる、やばい。合わせれず。いや、怒られた。いや、語れんかもしれん。めっちゃ怒られた。めっちゃビューン上がってって抜いたから追いつかれへんやろと思ってたら綺麗に追いつかれた。ファイヤーボールさん、こんばんです、よろしくお願いします。ちょっと油断せんように、今のね、今のでほら、今の追い切りで油断したらダメだよっていうことを改めてね、思い出させてくれたんで、いや、いい追い切りやったでしょう。すでに全馬ゲートに収まっています。スタートしました。見て、やば、コースタート半橋ほど抜け出しました。僕じゃないんですよ、ポツンと置かれたって言われたのが僕じゃないんですよ。先手を奪ったのはメディアバズーカ、リードを広げます。2番手にゴールドメダリスト、ポツンとじゃなくてポーンと飛び出ましたって言われた。オートリプレー、あれ、ちゃんと聞いてなかった。ライジングレディ、その後ろは2馬身ほどの差でオープザケイン、さらにやってんねんや、後ろからは2頭並んでゲットチャレンジ、内を追走、フォアマンズカラー、外を追走。いや、だってもうちょっと取っただけでギュイーって抜いてたでしょ。
これから3コーナーに絶対追いつかれへんと思ったわ。6番レプラス確定ビンゴ懸命に上がってきました。確定ビンゴマジか。リードは3馬身、2番手にボートリプレイ、さらに7番ライジングレディほとんど差はなく、4番手にゴールドメダリスト、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、まもなく直線コースに向かいます。確定ビンゴ外をまくって差を詰めてきました。メディアバズーカリードは1馬身、2番手確定ビンゴ差を詰める。確定ビンゴ1馬身半分に終われ2番手からタイトモンブラ終われ終われ何これ、なんでこんなことなってんの。ちょっと待って、確定ビンゴ確定ビンゴリードを広げてゴールイン、確定ビンゴ解消。なんでこんなことなってんの。どうしたん。ダートあかんかったんちゃうこの馬ねえ。飽きられてるやん、逃げてこいって言われてるの気すんねんけどな。スタートね。いや結構全馬ゲートの中体勢が整ってスタートしました。どうよブラインサーベル、まずまずのスタート、半馬身ほど抜け出しました。どうよ先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのはトップグレイシー、リードを広げます。2番手にブラインサーベル、上がっていったのは1番ライトウィッター、カバータイトル。4番手から5番手にはスタート1機ほとんど差はなく、9番オリンピックテラス、その外には11番サバイバルグリーン。各馬1コーナーを回ります。後方から3番手を追走するのは遊園地、逃げてるやん珍しい。スターダストロード最後方から大黒堂を、さて先頭に戻りましょう。先頭はトップグレイシー、リードは半馬身ライトウィッター、2番手を追走、2コーナーカーブ、その後ろは4馬身ほどの差でブラインサーベル、4番手年に1回あるかないかの逃げや。その後ろは2馬身ほどの差でカバータイトル、残り 1000m ほとんど差はなく、7番スターダストロード、最後方を追走するのは大黒堂。さてやるやん、先頭はトップグレイシー、1馬身のリードしっかり逃げてるやん。ライトウィッター、その後ろは3馬身ほど離れてブラインサーベル、4番手にスタート1機、これから3コーナーに向かいます。上がっていったのは11番サバイバルグリーン、後方集団も勝手にねスピード上がってるから。これ先頭はトップグレイシー、2番手は4馬身離れて1番ライトウィッター、カバータイトル。3番手からさらにすぐ後ろからは2頭並んで、内を追走するのはまだ足余ってるぜ。これから直線の攻防に入ります。ライトウィッター先頭を追います。トップグレイシーリードは3馬身、ただ追えない。ライトウィッター先頭を追います。ただ追えない。手からカバータイトル、残り 200m ライトウィッター。さあ差し返せ半馬身、2番手差し返せ差し返せ、よしよし。3番手にはカバータイトル、トップグレイシームチ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 、オッケー。リードを広げてゴールイン、イエーイ。人気に応えました。おお逃げてるわスタート決めて逃げてるわ。いやスタートのタイミングなんか分かってきた気すんな。オートムービング、ねえいい勝ち方でしたね。全馬ゲートの中体制完了、スタートしました。ほらオートムービング、ポーンとコースター、半馬身ほど抜け出しました。さあ先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのはコンビスタイル、リードは半馬身、2番手ただ追われへんのよな。さらにすぐ後ろからは2頭並んで、ただ追われへん。スタンマニフェスト、外にアラジンランプ、5番手からシネマパラダイス、さらにすぐ後ろからは9番トラブルビギナー、2コーナーカーブ、その後ろは2馬身ほどの差でメルボルン10、ほとんど差はなく2番シティ娘、1頭ポツンと離れて最後方追走はオートムービング。
さて先頭に戻りましょう。先頭はコンビスタイル、リードはハンバシン、2番手からスタンマニフェスト。これから3コーナーに向かいます。上がっていったのは6番ダンディフィーバー、その後ろは2馬身ほどの差でアラジンランプ、その後ろは3馬身ほどの差でシネマパラダイス、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内にはメルボルンジュー、外にはシティ娘、1頭ポツンと離れて最後の、もう雪でも大雨でもなくね、小牧姉さんのこと振るかもしれないですね。依然として、え、どういう意味ドドンっていうの。いやいや、おお、上がっていったのは7番アラジンランプ、残り 400m、 これから直線の攻防に入ります。後位に人気のシネマパラダイスダンディフィーバー、でもうちがらけやもん。これをね、あれ負けねえんで、やったぜー。強かった。そっと出た瞬間終わったわですね。風強すぎてお亡くなり。さあ来た、12月4週。くそ、グッドラックハンデキャップ乗っときたかったね。芝の状態を見ときたかった。まあ好きに乗ってきなさい。呆れられてますね、こいつ言うこと聞かんしっていう。ただ逃げれるからね。もう全馬ゲートイン完了、係員が離れてスタートしました。ややばらけたスタートになりました。さあ先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのはフォロワー、半馬身のリード、2番手にグレイトグローリー、3番手にサンセットロー、ほとんど差はなく、7番アメージングエリア、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内エルスゴージャス、外 JJ、 後方から3番手。いや、この画面追いやすいよ、やっぱり馬の首がね、ジュピターパレットちゃんと映ってるから。夢桃源郷。さて先頭に戻りましょう。これから3コーナーに向かいます。先頭入れ替わりました。グレイトグローリー、リードは1馬身、2番手に JJ、 後方集団も差を詰めてきます。先頭はグレイトグローリー、2番手は1馬身離れて4番 JJ、 3番手にはアメージングエリア、そのうちにエルスゴージャス、直線に入りました。後位に JJ、 グレイトグローリー、そうなんですよ、ついにツバメ王なんですよね。次ね、3番手アメージングエリア、あー、グレイトグローリー、半馬身のリード、2番手 JJ、 3番手にはアメージングエリア、4番手エルスゴージャス、 JJ 抜け出しました。いけるいける、グレイトグローリー、3番手からアメージングエリア、 JJ 差し切ってゴール、 JJ 勝ちました。くそー、さあ運命の時間タイムです。皆さん、ツバメ王有馬記念グランプリです。うわ、一番人気かと思ったら三番人気、村掛けね、ピンクスコーピオン、プラネット55。いやいや、こっちより、ああそうか、でも有馬記念も、でも、あ、じゃあ天皇賞はこっちの先着、あ、こっち買ってんのか。任せてください、失敗したのは追い切りだけね。有馬記念やわ、おお、かっこいい。オリモ記念、さあスタート大事よ。全馬ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。おっと、一頭出遅れた、4番ツバメ。まあまあ出遅れたってほどでもないでしょう。馬か、先頭を争うのは2頭、フロリダシックス、インザノクターン、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、めっちゃ加速力があるような気がすんねんな。外にはプラネット55、5番手にはステッドパス、さらにすぐ後ろからは7番ペン高く、ほとんど差はなく、14番スペ
さあ、画面が乱れてる。画面が乱れてる。怖い怖い。後方から3番手を追走するのはレインアメジスト。後方から2番手、ツバメ王。いや、いい感じよ。ポツンじゃないし、しんがりやし。ポツンじゃなくて、きっちりね、差のないしんがり取れてるから。いや、いいよ、これ。ここ勝てればね、今までのね、悔しい思いが全て報われるから。ほらほら、もう人気のやつなんか、あれ外回ってるやろ、ずっと。もう無理やろ。上がっていったのは10番レインアメジスト。後方から2番手を追走するのはツバメ王。ルームフローラル最後方を追走。さて先頭に戻りましょう。先頭はフロリダ6、1馬身のリード。2コーナーカーブ、2番手にはカーネルレンジャー。上がっていったのは7番ペン高く、その後ろは画面が乱れてるのが怖いな。やめてくれよ、バグるとか。突っ込めるか。こう、後ろに2番ステッドパス、ぶつかってるな。後ろに14番スペキュラー。さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内にはエンドロール、外からターンスワット。その後ろは3馬身ほどの差でレインアメジス。よしよし、行くか。後ろは5馬身ほどの差で。いや、見てこの加速やばっ。3コーナーカーブ。さらにすぐ後ろからは5番ルームフローラル、ほとんど差はなく4番ツバメ王。後方各馬が徐々に差を上げています。やめろ、寄ってくるんだって。先頭はペン高く、後続に2馬身半のリード。よし、頼む、怪我だけはないように。その後ろは吉澤さんに教えてもらってるから、勝ちたい気持ちが優先して、馬のことを、なんてそんなこと言わさないから。いける。ツバメ王、うちから頼む、無事に走り切ってくれ。ツバメ王、ツバメ王、今やったー。ツバメ王頑張った。2着誰や、3着誰や、ツバメ王勝ったよ。あれ、でもあのもおらへんのじゃ。プラネット55全然ダメでしたね、2番人気。おー、ナイスラン、おめでとうツバメ王。あー、これはこれはなかなかいいレースしたよ、こんだけ食い負けてね。いやー、引退レースですから。デビューからね。そうそう、あれ、なんやった、もうツバメはどうやったっけ。デビュー乗せてもらって、お前やって言われてて、で朝日杯能登さんに取られてるんですね。そう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 、ね、怪我して、でそっから復帰後もちょっとね、いまいち成績いまいちで、ようやくや、有馬記念で。これエンディング違うよね。え、でも、こっから先、だって、ツバメ王以上に思い入れのある馬って出てくんの？いやー。もう、最高の騎乗っぷりやったわ、ほんまに。めっちゃ上がっていってるもんね、あの、後ろに乗っても。プラネット55はどこにおんねやろ。おお、めっちゃ肘打ちしてきてるやん。16はもうあかんのかな、ここら辺おらへんもんね。
ピンクスコーピオンあんなとこ追い込んできてんねや。おー、やったぜ。お、一方、高野騎乗のエンペラーはラジオ短波杯に出走していた。な、一方ってなんだ。一方ではないやろ別に。エンペラー戦闘を追います。トロピカルピーズ高速に。何でそっち、何でそっちに焦点当ててんの。ツバメオロ、ツバメオロがお前にとって大事なんちゃうんか。詰めてきている。エンペラー抜け出しました。2番手にトロピカルピーズ、3番手からウィンディシティ。エンペラーリードは5馬身。2番手からトロピカルピーズ、エンペラー、エンペラーリードを広げてゴールイン。エンペラー快勝。エンペラー強い。おお、735ポイントな。ローカルの鬼マジか。終わった。ランク S プラス、アクト2、フリージョッキー終わりましたね。騎乗77回、1着35、2着10、3着7、4着以下、25ということですね。ジャンプ取ったよ、ラッキー。隠しスキルみたいななんかありそうですね。アクト3、ライバル。ナヤです。さて、今話題の機種といえば、いや、なんで何やと言ってもこの人です。今日はこの高野 A 機種にお話を伺います。ノートゥーって書いてるのね、ジャケット気になるわ。今ファンの間では昨年暮れの2歳 G1 朝日杯を勝ったロンリープリンスと、デビュー2戦目でラジオ短波杯を圧勝したエンペラー、果たしてどちらに高野騎手が騎乗されるのかが注目の的となっています。いや待てよ、高野騎手、そのあたりはどうなんですか。おい、あれ負けに勝った俺の方にインタビューせよ。決まっています。あ、決まってんの。え、もう決まってるんですか。であればこの場で発表していただけますか。てっぺぺさん、こんばんです。よろしくお願いします。本当ですか、ありがとうございます。それではズバリどちらに騎乗されるのですか。なかなかの棒読みですね、あやちゃん。え、ロンリープリンスではなくエンペラーなんですね。それはやはり所属厩舎の馬だからでしょうか。いえ、そういうわけではありません。ではなぜ G1 馬ロンリープリンスではなく、ロンリープリンスがじゃあこっち回ってくるってことか。確かにロンリープリンスはいい馬です。ただあえて言えば、はい、なんやねん、言うてみろ。それは僕の選んだ馬が一番強いからです。おい、かまいませんかよ、こっちみんな。ああ、言ってくれるね。高野のやつすごい自信だ。お前やわね、ほんとほんと。なんたって師匠が師匠ですからね。師匠って野戸さんのことかい。いやいや、小牧姉さんの声優さんと、あやちゃんの声優さん、ちょっとあれやったね、差があるな、ちょっと。珍しく師匠な顔して。誰がやってんやろ、声。高野くんがエンペラってことは、ロンリープリンスは誰が乗るの。俺やろ。そりゃそうやろ。お、あそこならひょっとして、お前の好きな坊やが乗るかもしれねえな。たくまくんでしょ。私もそんな気がする。高野エイト。藤岡琴さん、あの二人はそういう運命なのよね。え、神宮寺厩舎の方からしたらね。おう、めっちゃ新聞読んでるやん。お、見たことある顔じゃあれ。ようやく西さんの、それに渋沢先生や元渋沢厩舎のスタッフ、こんばんです、よろしくお願いします。西厩舎が誕生した。おお、西、ようやったな。これからは一国一城の主じゃ。旧社のみんなの生活がお前の双肩にかかってる。そうやぞ、大丈夫か。やらんといかんぞ先生。いや、よかったな兄さん。今日から先生はお前じゃ。しっかりせんかい、西。はい先生。
まったくしょうがないやつじゃ。ところで、お世話になった新宮寺さんには開業の挨拶に行ったのか。新宮寺か、神宮寺じゃないか、はい、さっき行ってきましたけど、それどころじゃなかったですわ。ああ、ロンリープリンスか。はい、能登さんとこの高野に袖にされおりました。こう選んだのはしゃあないな。それより後釜の騎士は決まったんかい。俺俺、いや、まだですが。いや、わしはタクマが乗ればええと戻ります。そうそうそう、押してくれ、プッシュしてくれ。多少乗れるようにはなったようじゃが。なんでやねん。今回は天皇賞秋ジャパンカップダート、そんなことはありません。有馬記念勝ってねんで。ロンリープリンスは物が違いますわ。タクマ勝て、1年前とは大違いです。まあそれならいいんじゃが。ちょいちょい、ほんま、なんかお前らツバメ王のこと忘れとるな。4年目3月1週火曜日。ちょっと待ってくれよ、3月、お前らツバメ王のこと全く触れずに来ておったな。3月までやってくれんな。おいおいおい、天皇賞秋、まあまあまあ、ああ天皇賞秋勝ってないんか。そうか、ツバメは買ってないか、そうかそうか。あ、キスギさんじゃ、噂通り、かっこいい。私、女の子多いね。新人記事の波江。かわいい。でも、年上の方が好きやねんな。ごめんな。あ、名字な。すげえ。大丈夫、あのね、伝説的っていう名字の、伝説的っていう名字の女性ジョッキー知ってるんで大丈夫ですよ。うん。波江エミリー。波江エミリーやんか。あれなんて読むんですか？波曲詞？浪曲詞？お！浪人生の浪？イケメン街の浪人生？何や節を歌う人？あー。曲がり詞って読むの？何？波曲がり師？よくわからへんわ。波江ちゃん。いやー、かわいいね、ちっちゃくて。てっきり名字は安室かと思ってんけどな。会話に困ったら、ね。会話に困ったらみんな人通り、ね、馬のことね、おとなしいと言ってきますね。浪曲師。あー、そうなんや。浪人生。イケメン界の浪人生。ちょっと通ずるもんがあるな。ほら、そうそう、ロデオゲームの後になんかね、増えましたよって言われたんですよね、前ゲート練習や。ナミちゃん一緒に遊ぼうか。馬はおとなしいかもしれんけど俺はおとなしくないよ。でいい、え、やめて、怖いわ。あなた、スラローム、スラロームゲーム、ちょっとやってみましょうか。スラローム、ルール。直線コースに配置されているパイロンを避けて、早い時間でゴールを目指しましょう。基本操作は通常通りです。パイロンやラチに接触すると失格になります。速度調整に気をつけましょう。パイロンを避けてゴールを目指すという。Ready? 何何何何、すごいすごい、ちょっと待って、おお、すっげえ曲がる。何これ、どういうことどういうこと、何したいの。人参取るんかこれ。あ、なにこれ、なにこれ、あ、すごいすごいすごい、どこなってる。人参取って、おおお、なんかくるくる回ってるぞ右下で。あ、あんな、ちょ、あんなとこにも忍者あった今。見ました？ラチとパイロンの隙間。おー。
Ready? Go! ここの隙間ね、ここは行かれへんけど、この次やね。これ人参取ったらどうなるん？あ、ここ今んとこ入んのか？ここ人参あるでしょ？見ました今、人参。おお。Ready? Go! これはゴールに早くゴールにした方がいいんよね。早くゴールした方がいいんよね。あ、入れた入れた入れたわ入れた入れたわ。で、人参4つ取ったけど、なんか意味あるん？あの人参なんか意味あるんですかね。コーナーに配置されているパイロンを下げて早い時間でゴール。きつめにパイロンが置かれてます。おーおーおー、ほんまや、きつめに。おお、メールみたい。なになにこれ、どうなってるどうなってる。あ、こういうことこういうこと。おー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 、どこ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 。人参取りながら、人参取りながら行くの。人参、おおおおお、これでいいの。おお、これってあれかな、なんか YouTube とかでなんか最高タイムみたいな出てるんかな。ねえ、マリオカートみたいになんかね、タイム出てるんやったら。シャッター！タイム出てるんやったらね、ちょっとやりたいですよね。これってこっちの、あ、やりにくいな、やりにくい、前見えへんもん。おっ、せんまっ、せんまっ。でも抜けれんことはない。なにこれ、おお、どうなってる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 、あったあった。いやー、これは加速できるところと、おお、なるほど、減速するところもあるってこと。あ、加速するだけじゃあかんってことか、やっぱり。まあそもそも加速がね、うまくできへんっていうね。でも結構これ細いところに狙えるからな。インを切り込む、インに切り込む。よし、ここはだからコース覚えなあかんよな、これ。ちょっと待って、あの細いところこっち側もあるわ、ほら。なんか、いただ、人参がなんかあるもん、ここ。見えへんねんな。とりあえず走って、
何回も走ってコース覚えないとね。うわ、めっちゃ長いねんけど。何これ、うわ、やば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 、酔う酔う、全然ペース出てないやん。もう馬ほとんど歩いてるやん。だ一番最後、一番最後めっちゃ狭いわ。レディーゴー。人参取るやろ。でここはもうここね、抜けてって、ここやね。こっちに、ここの、こっち入れんのよね。ここ入れんのよ。狭っ。また今度やね、これはね。ローデオもやらなあかんし。じゃあまだ今度ちょっとどっかまた遊びに行こうね。うん、さあ、神宮寺厩舎よね。神宮寺厩舎ね。とりあえず、とりあえずツバメ王のことを、ツバメ王のことをなんとか言ってくれよ。高野くんはノトキシに行ってから変わったわね。いやほんまやわ、めっちゃキャラ作ってるよな。いやちょっと待てよ、ちょっと、おい、そうだ、キーさん、おやすみなさい。またよろしくお願いします。いつもありがとうございます。誰もツバメ王のこと触れへんねん。ちょっと待てよ、なかったことにされてんのか。有馬記念馬やで。マジか。ポイント入れたのに帰ってこへんのか。ポイント、ポイントよ、帰ってけへんのか。あやちゃんのねえインタビューで、あ、ツバメよ、ピンクスコーピオンは引退。なるほどね。おい、エージェントのおっさん珍しく座っとるやん。疲れたか、そろそろ。ねえ、スキルがレースメーター、メンタルキラー、そのストレートじゃないんですよね。そのストレートじゃないんですよ、多分。おい、高野、お前結構生きてたな。エンペラー選ぶって言ったと思う。だいぶ
いやー、そうかそうか。で、ロンリーは俺に回ってくるのかな。おー、広原、そうやね、ロンリープリンス俺にくれんのかな。ねえ、木杉くん的にはね、そう思ってるでしょうけど。そんなね、できすぎた話はないんですよね。わ、めっちゃ言われてるやん。マスコミがスター扱いするから。そうやん、だからロンリープリンス俺にくれよ。カナツさん、お疲れ様です。よろしくお願いします。今週はええよいしょうか。あ、平場かよ。そうか、ちょっと待ってくれよ。もう弥生賞始まってんやったら俺乗り馬おらんぞ。どこか乗せてくれる人いる、おるんかな。木杉くんよ。時枝先生、乗り馬僕に、乗り馬僕に。おお、やっぱそうなんですね。わしがロンリープリンスの調教師やったらあんなこと言われちゃ黙っとらんで。意地でも本番で御殿番にしてやる。そうっすね、だから僕に乗り馬をください。ブービートラップでも何でもいいから。ブービートラップでもね、何のトラップでもいいから、僕にクラシックに出れるお手馬をください。さん、お疲れ様です。あ、しょうがない、乗りましょう。おやすみなさい、またよろしくお願いします。くっそ、これでいいんか。ちょっと待ってくれよ。お、西九州あるやん。西さん、クラシックのリウマを僕にください。西さん、おお、決まってますね。鷹のやつ、あの短歌聞いたぞ。その話で新宮先生のとこ行って。あ、偉いやん。でも偉いんかな、自分からちゃんとでも言いに行くの偉いなと思ったけど。んなにの頼むは強いもん言うんかい。いやいや、そういうことじゃないろうけど。え、ロンリーは、この木杉くんのシルエットいいですね。くっそー、そうか。Oh.
まあいいかな。じゃあ行くか、翌日。4年目3月1週水曜日、魔老城。販路目いっぱい。温泉まんじゅう、温泉まんじゅう、あ、障害か。お、温泉まんじゅう、障害の馬っぽい名前やな。すでに全馬ゲートに収まっています。スタートしました。おっと、1頭で遅れた。3番オアシスメモリー。さて、どの馬が行きますか。先頭は最初の障害に向かいます。生垣障害をジャンプ、無事飛越を得て、先頭はアッシュグレイ、先頭はアッシュグレイ、2番手から温泉まんじゅう、その温泉まんじゅう、3番手を追走するのはクリスドミニオン、4番手にダンクショット、5番手からバーティカルナイト、1頭ポツンと離れて最後方追走はオアシスメモリー。さて、先頭に戻りましょう。先頭はアッシュグレイ、リードを広げます。2番手に温泉まんじゅう、3番手からクリス・ドミニオン、4番手からダンクショット、5番手からバーティカルナイト、これから水濠障害に向かいます。無事飛越を得て、先頭はアッシュグレイ、2番手温泉まんじゅう、生垣障害ジャンプ、無事飛越を得て、先頭はアッシュグレイ、2番手に温泉まんじゅう、3番手にクリス・ドミニオン、その後ろは馬身ほど離れてダンクショット、バーティカルナイト、5番手を追走、1頭ポツンと離れて最後方追走はオアシスメモリー。さて、先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。温泉まんじゅう、リードを広げます。2番手にはアッシュグレイ、生垣障害を飛越しました。無事飛越を得て、先頭はアッシュグレイ、2番手4番温泉まんじゅう、どんだけペース落とせばいいのか分からへんからな。クリス・ドミニオン、3番手からダンクショット、4番手からほとんど差はなく、2番バーティカルナイト、これから生垣障害に向かいます。無事飛越を得て、先頭はアッシュグレイ、2番手には温泉まんじゅう、3番手にはクリス・ドミニオン、チクサク障害ジャンプ、無事飛越を得て、先頭はアッシュグレイ、2番手クリス・ドミニオン、結構その後ろは3馬身ほどの差で温泉まんじゅう、その後ろは2馬身ほどの差でバーティカルナイト、5番手からダンクショット、1頭ポツンと離れて最後方追走はオアシスメモリー。さて、先頭に戻りましょう。先頭行くのはアッシュグレイ、リードは4馬身、2番手にはクリス・ドミニオン、そのうちに温泉まんじゅう、バーティカルナイト、4番手からその後ろは2馬身ほどの差でダンクショット、生垣障害ジャンプ、無事飛越を得て、先頭はアッシュグレイ、2番手に温泉まんじゅう、後位クリス・ドミニオン、バーティカルナイト、4番手を追走。おい、大丈夫か、そんなスピード上げて。おいおい、6番ダンクショット、1頭ポツンと離れて最後方追走はオアシスメモリー。さて、先頭に戻りましょう。先頭はアッシュグレイ、1馬身半のリード、温泉まんじゅう、2番手を追走、その後ろは4馬身ほど離れて、ね、大丈夫か、そんなスピード上げて。クリス・ドミニオン、さて、この辺りから各馬動き始めます。花を行くのはアッシュグレイ、2番手は3馬身離れて4番温泉まんじゅう、最終障害をジャンプ、一番人気、先頭はアッシュグレイ、リードを広げます。最後失敗しもたや。ダートコースへ温泉まんじゅう、先頭を追います。アッシュグレイ、リードは5馬身、2番手から温泉まんじゅう、3番手からいやーさせるか、先頭はアッシュグレイ、粘れるか、2番手温泉まんじゅう、差を詰めるアッシュグレイ、今よしよし、のリード2番手温泉、最後失敗したからな。先頭を追います。温泉まんじゅう、リードは1馬身半、温泉まんじゅう、差し切ってゴールイン、やったー、温泉まんじゅう、人気に応えました。さすがに、さすがにダントツ人気でしたからね。
いや、周りのペースに合わせて上がってていつもなんかつまずくのにな。周りの馬はちゃんと飛ぶねんな。同じぐらいのペースで上がってるはずやのに。おー、でもなんか人気馬に乗せてもらえるようになってる気がするな。全馬ゲートイン完了。確認を離れてスタートしました。おっと、ブービートラップ出遅れた。さて、そうなん、出遅れた。白毛もおるやん。リードはハンバシン、2番手にタットトリック、3番手からクルージングテール、4番手にはホワイトフィンガー、武士の魂、5番手から後方から2番手にはボリュー、1頭ポツンと離れて最高峰は。いやー、すごいツバメをね、乗りやすいというか強い馬やった。また乗りたいな。ロックルー、後位にクルージングテール、4番手にはホワイトフィンガー、5番手から武士の魂、ほとんど差はなく、後方から3番手には楽園イージー、後方から2番手ボリュー、1頭ポツンとね。やっぱそうですよね。追走はブービートラ、逃げの馬とかって結構ね、スタート悪くても、うん、タットトリック、ロックルー、3番手からポーンと前に行ってするんで、でなんかそういうところもちゃんとあんねんな。ホワイトフィンガー、5番手から細かくね設定されてんねんの、すごいな。5番学園イージー、その後ろは2馬身ほどの差でボリュー、1頭ポツンと離れて最後方追走はブービートラップ、2コーナーカーブ。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。ブービートラップってどういう意味でしたっけ。2番手にロックルー、3番手クルージングテール、その後ろは3馬身ほどの差でホワイトフィンガー、その後ろは3馬身ほどの差で楽園イージー、その後ろは2馬身ほどの差でブービートラップってどういう意味だっけ。最後方にブービートラップ。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。ロックルー、リードは2馬身半。3コーナーね、ブービーマジックはね、アニメの金田一のエンディング歌にもなりましたね。鈴木紗理奈さんの曲ですね。上がっていったのは8番、オープニングやったかな。オープニングやったかな。さらに4番武士の魂、タットトリック、最高峰を追走。後方各馬が徐々にスピードを上げていきます。先頭はホワイトフィンガー、これ2番手クルージングテール、混ぜてるぜ。上がっていったのは1番ブービートラップ、その後ろは多分右上のね、あれがねもう余力ないよっていうことやと思うんですよね。オリュー、外をまくって上がってきました。ブービートラップ先頭、その差を広げます。2番手にはホワイトフィンガー、あれホワイトフィンガ ー, 白いやつホワイトフィンガーか。ブービートラップリードを広げます。2番手にホワイトフィンガー、残り 200m、 ブービートラップ逃げ切り体勢。2番手にはホワイトフィンガー、いや、危ない危ない。後続に3馬身のリードを取りました。2番手からホワイトフィンガー、おお、逃げ切り体勢や。1着で5位、ブービートラップ結局押し切りました。結局押し切ったね。横のやつもバテてた。一番人気やからね。いやー、やよいしょーね。乗り馬なくていい。お？デビュー戦？500万した。なんで客室ないの？うまく花切れたらそのまま行って、OK。スタートしました。おっと、1頭で遅れた。5番ワイドスクランブル。さてどの馬が行きますか。先手を奪ったのはウィンディシティ、リードを広げます。2番手ジオニックプレス、3番手トロピカルフィーズ、4番手からカントリージャック、エリアスタンプ、5番手を追走。うまく花を切れたら逃げてくれ。後方から3番手にはエリア、うまく、その後ろはうまくゲート、あれスタート切れたらワイドスクランブル。
さて先頭に鼻を切ってくれ。依然として先頭はウィンディシティ、2馬身半のリード。2番手ジオニックプレス、上がっていったのは2番トロピカルフィーズ、その後ろはね、多分右上のところ自分の馬がバテてる時なんかみんなもバテてるんですよね。その後ろは2馬身ほど離れてエディットアーツ、リコーナーカーブ、その内にその辺いまいちよくわかんないですね。最高峰を追走するのはセンターステージ。さて先頭に戻りましょう。先頭はウィンディシティ、2番手からトロピカルフィーズ、その差2馬身、その後ろは2馬身ほどの差でジオニックプレス、カントリージャック、4番手を追走、後方から3番手にワイドスクランブル、その後ろは2馬身ほど離れてニューパリジャン、わずかに最後方はセンターステージという体勢です。3コーナーカーブ、さて先頭に戻りましょう。エリアスタンプ、外をまくって内から詰めてきました。花を行くのはウィンディシティ、1馬身半のリード、2番手何寄せてきてんねん、ちょっと待てよ。ほとんど差はなく、3番手からエリアスタンプ、4番手にはジオニックプレス、その後ろは2馬身ほどの差でエディットアーツ、さらにすぐ後ろからは3頭並んで、これから直線の攻防に入ります。カントリージャック中をついて上がってきました。いけるぜいけるぜ。半馬身エリアスタンプ抜け出せ、誰残り 200m、 2番手にはトロピカルフィーズ、3番手からウィンディシティ、内ワイドスランブル、100を切りました。外にカントリージャック、カントリージャック振り切ってゴールイン。カントリージャック、嘘や、外におったんかよ、一頭勝ったと思ったわ。わあ、お一方高野は自ら選んだエンペラーで弥生賞に臨んでいた。なんだこの一方高野はって。残り 400m、 まもなく直線コースに向かいます。カップリングデート、外をまくってカップリングデート、おエンペラー1馬身のリード、2番手ベースディフェンス、差を詰める。残り 200m、 何2番の馬詰まってたけど、エースストライカー、4番手にはラック強し、エンペラー2馬身のリード、いやーなんか2番手からベースディフェンス、エンペラー負けそうやったのにね、ゴールイン、エンペラー快勝。いやーすごいわ、並ばれてからの勝負根性すごいね。ちょっとなんか後ろの馬エンペラーに詰まったような気もするけど、お木杉くんね、あのロンリープリンスに乗せてもらおうと、すごい媚び打ってきてるやんね。おう、キスギくん、おはよう。わざわざ足を運んでもらって、いよいよいよ、容器はうすうすわかってると思うが、他でもない、ロンリープリンスの話じゃ。先週エンペラーが高野で弥生賞を買ったじゃろ。そうですね、勝ちましたね。あの発表から諦めてはおったんじゃが、もしかしたらと期待はしょってんじゃ。でもこれであいつはもうロンリープリンスに乗ることはなくなった。それで新しい乗り役を決めにはならん。そうしたら開業者にしか挨拶に行った。ぜひお前さんを乗せてくれと言うんじゃ。まあ他ならぬ西の頼みじゃから、わしとしてもすげなくはできんでの。それでお前さんに頼むことにした。まあ相手はあそこまで短歌を切った高野のエンペラーじゃから、乗りづらいのは分かっておるが、一つ頼まれてくれんか。なんでノーっていう選択肢があんの。ノーってしたらなんか別のなんか強いのもらえるとか、よそから回ってくるとか、そんなことある。いや、ほなノーなんて言える人間おるん。いや、その強いまで乗れるからとかじゃなくてね、西さんがせっかくこう回してくれて話つけてくれたこと、おこんなノーなんて言えるやつおるん。頼まれてくれんか。いや、はい、もちろんです、ありがとうございます。来週のスプリングセイクス、はい、ありがとうございます。シングル先生、今週おらなくても
事実だけ、ロンリープリンスだけ僕に回してくれれば、先生、ありがとうございます。それだけで大丈夫です。先生の役目はそれで十分です。ありがとうございます。おお、なんか最後、悪口を言われたような気がするが大丈夫か。ねえ、ちょっと先生も怒ってましたね、最後ね。ほんまに。タカノのエンペラー、やはり圧勝したな。でも、ロンリープリンスはどこなんだろう。どっちが本当に強いのか、これからクラシックではっきりするな。そうだ、こんなことより、ヨネスの未処理だ。どうだ、ミス・フラックス。おお。乗せてください、乗せてください。そんなことよりツバメ王は。なんでツバメ王の話題にみんな触れないんだよ、本当に。なんだよ。そのうち能登厩舎からもあれなんかな、話来てすんのかな。いや、それはないよ。俺が乗ったら何でも勝つんだから。お、ヒロハラ、あ、よかったな。あー、先生に花に行けって言われてもがね、スタートで出負けしちゃったのがやって。大丈夫大丈夫、俺もういつもやからもう一回だけちゃう、今までスタート切ったん、うまいこと。スタート切って逃げたのって初めてちゃうかな、この間が。4年やってて、4年ジョッキやってるけどさ。いやー、もしかしたらね、いやいや、もういつもそう、いつもそうよ、俺なんか。いやー。そうなん？いいな。俺はそれしたら怒られるわ。買ったのはええけど、つって。そうなのよ。ねえ、頑張れっつよ、頑張れっつ。おお、高野。エンペラーの弥生賞、まあ、勝って当たり前のレースだったから、それはそうと、ロンリープリンスには君が乗ることになったんじゃらしいじゃないか。来週あたり、使うんだろ。まあ、健闘を祈るよ。誰が健闘士やねん。白紙に戻そう、健闘士言うてる場合ちゃうぞ、ほんまに。レッドリングさ、もうだいぶいいみたいね。夏中には帰郷するみたいね。でもあれだけど、まだから矢ヶ崎先生も慎重に使ってくるでしょうね。ほら、去年急射撃で小道前負けでしょ。今年はその鉄は踏まないんじゃないかね。ひょっとすると天守上げでもぶっつけどもね。そうそう、弓削先生から決め探してるよ。急射に寄ってみなさいよ、いい話があるかもよ。いえ、いや、うん、いや結構すごいわ。あっさりやったか、結構ちょっと後ろね、まあ、わざと並ばせたんかな。いや、勝って文句は言われてないけど、お前よ、指示通りやってないやないかって怒られたのはね、いつも怒られてるような。なんか怒られてることしか、なんか印象残ってないわ、この中で。あれ先生どこ。めっちゃ探してくれんのありがたいんやけど、あ、先生は。おお、これか。そんなとこに、そのとこにいらっしゃったんですか、弓削先生。阪神スプリングジャンプ、マジか。そう、人気者になってきたから、もうあっちゃこっちゃでお呼びがかかってしまう。乗る必要あるんかな、ほんまに。
いやあ、ノリは決まってるからね。人気者なんでね、やっぱ早もん勝ちになってしまうんで、どうしても。そうそうそう。おい、能登さん、何見てんの。ノートゥーね、いいわ。ジャケットに書いてある文字いいわ、ほんま。あ、そうな、え、何。ああ、そうよね、中央先生よね。びっくりした。え、目の覚めるようないいスタート、ほんまに。くそ、砂浴び場は僕の遊び場やったのにな。行く暇がなくなってきたな。いや、もう探す、来てくれ、そっちから。もう俺のところに。いやー、申し訳ない、そんなばっかりやもんな。よし、4年目3月2週水曜日、マロウ城。おお、綺麗な尻尾だな。いい感じよ、いい感じだ。絶対先着できひんもんな。まあ、ジャンプの方はね、重傷なんでね、張り切って勝ちたいですけどね。絶対にムチを使ってくれるのよ。全波ゲートイン完了。係員離れてスタートしました。パラマリボまずまずのスタート。そういえばね、なんかボバのクラシックばっかりあれですけど、ヒンマのね、話が来ないね。トリックバースト3番手からアポストロ4番手を追走。さらにナッツ姫も勝たしてんから、あのねえ、神谷さんのところもうちょっと話来てもいいのにな。後方を追走、後方から3番手を追走するのはロックレイダース。後方からねえ、神谷さんのところのあのね、娘さんともうちょっと、もうちょっとそのラブストーリー的な展開があってもいいかなと思うんだけど、全然あれ以来出てこへんな。2番手からミゼラブル、4番手を追走するのはスーパーエフェクト、5番手にアポストロ。後方集団も差を詰めてきます。先頭はパラマリボ、2番手にミゼラブル、その差1馬身。3番手トリックバース、大事にしてたねえ織姫ちゃんを怪我させちゃったからかな。その外にはアストロバイオ、さらにすぐ後ろからは1番スーパーエフェクト。第4コーナーから直線、ラングレーシップ、外をまくって上がってきました。パラマリボ後続に1馬身半のリードを取りました。2番手ミゼラブル差を詰める、外から一気にトリックバースト。ミゼラブル、ミゼラブル、トリックバースト抜け出した。2番手は接戦、内からスーパーエフェクト、アストロバイオ、4番手にアポストロフ、トリックバースト、トリックバースト、今5位トリックバースト、強かった。
もうちょっと直線あればかわせてたのにな。惜しいな。惜しい。すごいぞ、すごいぞが言うじゃん。レジスタンスパワー 1.4、 中穴ね、まあ、3番人気か。よし、すでに全部はゲートに収まっています。スタートしました。揃った綺麗なスタートです。さあ先手を伺うのはどの馬か。よー、うまうま。ちょっとちょっとリードを広げます。2番手からタレンティドドール、3番手まっすぐ走ってくれよ。チクサク障害ジャンプ、無事飛越を終えて先頭はジョークトーク、4番手からバルーンフラワー、ほとんど差はなく5番手にはレジスタンスパワー。そのうちにすごい。おお、こんなとこ入ってくんや。おお、すごいすごい。ヤングガリウス、マジか。1頭ポツンと離れて最高峰追走はメガミストライク。こんなとこ入ってくんや。先頭はすごいね。うわ、リードは4馬身、2番手にはコングリズム、その後ろは2馬身ほどの差でタレンティドドール、2つ目の障害をジャンプ。無事飛越を終えて先頭はジョークトーク、2番手にコングリズム、ほとんど差はなく3番手タレンティドドール、4番手からバルーンフラワー、さらにすぐ後ろからは2頭並んでレジスタンスパワー、内を追走外モーニングミリオン、後方から3番手にはメガミストライク、すごい走、後方から2番手を追走、最高峰にはヤングガリウス。さて先頭に戻りましょう。先頭行くのはジョークトーク、2番手からコングリズム、その差2馬身、その外にはタレンティドドール、その後ろは4馬身ほど離れてモーニングミリオン、5番手にはレジスタンスパワー、さらにすぐ後ろからは2頭並んでバルーンフラワー、内を追走外を追走するのはちょっと馬がほんまに右に左に、ほらもう馬が復興しおるわ。わずかに最高峰はヤングガリウスという体勢です。さて先頭に戻りましょう。先頭を行くのはジョークトーク、半馬身のリード、2番手にタレンティドドール、水濠障害ジャンプ、無事飛越を終えて先頭はタレンティドドール、2番手にジョークトーク、池垣障害ジャンプ、無事飛越を終えて先頭はタレンティドドール、2番手にジョークトーク、ちょっとめっちゃフラフラする。ほとんど差はなく8番モーニングミリオン、その外にはメガミストライク、その後ろは2馬身ほどの差でコングリズム、その後ろは2馬身ほどの差でバルーンフラワー、後方にはレジスタンスパワー、後方から2番手にすごい走。おお、追いついたん先頭に。障害に向かいます。無事飛越を終えて先頭はメガミストライク、いい感じじゃない。差はなく6番タレンティドドール、その後ろは2馬身ほど離れてモーニングミリオン、これからタスキコースに入ります。4番手にジョークトーク、その後ろは2馬身ほどの差でコングリズム、池垣障害ジャンプ、無事飛越を終えて先頭はメガミストライク、上がっていったのは6番タレンティドドール、それに連れて8番モーニングミリオン、その外にはジョークトーク、ほとんど差はなく5番手からコングリズム、その外にはレジスタンスパワー、ヤングガリウス、後方から2番手を追走、疲れてるやんけ。最後方にすごい走。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。タレンティドドール、リードは2馬身、2番手からモーニングミリオン、上がっていったのは4番ジョークトーク、それに連れて5番メガミストライク、さらに7番バルーンフラワー、それに連れて3番コングリズム、池垣障害ジャンプ、無事飛越を終えて先頭はタレンティドドール、2番手に4番ジョークトーク、メガミストライク、3番手からその後ろは2馬身ほど離れてレジスタンスパワー、池垣障害ジャンプ、無事飛越を終えて先頭はタレンティドドール、ほとんど差はなく4番ジョークトーク、そのうちにメガミストライク、その後ろは3馬身ほどの差でレジスタンスパワー、3、4コーナー中間の障害を飛越しました。無事飛越を終えて先頭はタレンティドドール、2番手にはジョークトーク、さてこの辺りから各馬動き始めます。花を行くのはタレンティドドール、1馬身半のリード、2番手からジョークトーク、ダートコースを横切って直線に向かいます。
白い帽子レジスタンスパワー、中段から先段に向かって差を詰めてきました。タレントジャンプ最後あるぞ。イマシンのリードを取りました。これから最終障害に向かいます。タレントドドール、この全力でいいの。ファンのリード、2番手からジョークトーク、タレントドドール、リードを広げます。2番手ジョークトーク、レジスタンスパワー、伸びがいまいち、タレントドドール、1着でゴールイン。タレントドドール逃げ切りました。音小さくなってます？どっちの音ですか？いやもうフラ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 するからこいつ。おお、7番人気、9番人気。おお、マジか。大穴開けてきてるやん。いや、どうですかね。僕の方は変わってないですね。と思いますけど、どうなる？すでに全馬ゲートに収まっています。スタートしました。バラバラっとしたスタートです。さあ先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのはラミネッタ、リードは半馬身。普通に競馬するようになってきた。3番手にターゲットピストル、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内山の暁。いや言われるわ、なんでスタート切って前の方つけたのに下げてんねんって言われるわ。これよく言われるやつや。内を追走するのはハーチューリー、外からね、その外には9番エアシャドル。これから3コーナー。おい、なんで下げてんねんとかって言われるやつやな。よくボックスメア、その後ろは2馬身ほどの差でグレートエンペラー、その後ろは2馬身ほどの差でミッドタウンバトル。ほとんど差はなく4番マルゼンカゲツ、その外には6番スピニングオリオ。後方各馬が徐々にスピードを上げていきます。花を行くのはジェネラルカウント。後続に2馬身半のリードを取りました。2番手からターゲットピストル、上がっていったのは7番フラットハンド、4番手にはラミネッタ。これから直線の攻防に入ります。フラットハンド先頭を追います。ジェネラルカウント、後続に1馬身半のリードを取りました。よっしゃ抜け出したぜ。おお、バテてるバテてる、バテたらもう終われへんねんな。8番人気、7番人気、10番人気、11番人気。何？まさか。おお。すごい、オーラが違う。まとってるオーラが。今まで見てきた馬の中でも、今まで見てきた馬の中でも、あれが風の電撃か。風の電撃。すごい迫力。すごい迫力やわ。確かに地方から中央に乗り込んでくるだけのことはあるわね。うん。東海公園で9戦無敗の怪物。クラシックの権利を取りに。今週の若葉ステークスに挑戦しに来たのよ。マジか。ここで楽勝するようなら、サツキ賞でエンペラーとロンリープリンスの強力なライバルになるわね。ほら、ロンリープリンス断ってたら、こ違うか、それないか。面構えが違うやろ。おお、久しぶりやな、勝田。勝田くん、ここを勝つために来てるのもんやな、お前。久しぶりだがや。こいつ、騎手学校を飛び出した時は、ずいぶん心配したんだぞ。ほんまやわ。お家の方に電話しても全然どこにいるかわからないとか言われちゃってよかったよかった、元気そうで、まあ、しばらくはあちこち遊び歩いとったでよ。そりゃそうだって、騎手になるって言って家出たのに途中で学校辞めちまった。
なんてすぐには帰れんでかんわ。まあまあそうやね。ああ面白い。家族っていいな。久々のご対面ってところね。そうよ。こんにちは勝田さん。私競馬ファンの小牧です。記者さんか。こちらのお二人とはもう大のお友達なの。そうやね。 ある意味付き合った。あれこれ取材させていただくことになりますんで、どうぞよろしくね。やっぱり中央だと競馬記者もちゃうわ。笠松にはこんな美形の記者さん全然おれせんて。おいおい、そんなこと言うなよ。どうもありがとね。いやーね、もう勝田くんったら。ところで勝田、ああ面白いな。加速っていいな。阪神競馬場初めてだろ。あ、そうや。コースの癖教えようか。おっと、来すぎ。何？せっかくだけど、そういう気遣いは今後一切いらせんで。え、なんで？それに、こうしてあんたらと笑っとられるのもこれでおしみやだ。なんで？勝田くん、どうしたん？お前性格変わったな。勝負しに来たんだがや、昔話をしに来たんとちゃうわ。それは分かってるけど、ええやんけ、昔話しながらで。あ、何？俺は何や？あんた、それから高野へ、あんたら二人には負けん。絶対に負けん。それを腹の中で何度も何度も唱えてここまで這い上がってきたんだがや。なんや、もう勝ち負けでしか見てへんのか、お前友達を。真剣勝負だて。だて言われても。勝田君、おい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 、なんだよ、何あいつ。彼だいぶ地方で苦労したんだね。いや待てよ、俺らも苦労してねえで。いつだったか先輩の記者に聞いたんだけど、中央と地方の競馬にはずいぶんあれこれと垣根があるらしいわ。今でこそ地方競馬のジョッキーも成績次第で中央のレースに出場できるようになったけど、でもついこの間まではいくら地方で勝ちまくっても絶対に中央のレースには出られなかったらしいのよ。まあもうそれはね、違うからね。確かね、馬だけは地方から中央に持ってこられるのよ。でも騎手はダメ。もう違うもん。それでね、そら地方競馬で大活躍した馬が中央競馬の馬主さんに買われて中央に行っちゃうでしょ。するとそれまでせっかくその馬で勝ち進んでいたジョッキーはかわいそうに、それでもうその馬には乗れなくなっちゃうのね。こういった地方競馬の悲劇は他にも結構多かったらしいわ。まあまあでもそう言うでもな、それルールやからな、仕方ないよな。騎手学校を飛び出してからすっごくいろんなことがあったのかもね。絶対に中央のやつには負けられない、その気持ちを胸に戦ってきたので。なんでやめたん？勝つた。おい、勝つたよ。も元のとこから逃げ出したのお前やぞっていうね。いやー、すごい、なんか新宮寺先生がなんかすごい親身に面倒見てくれる。東海越えからはこれまでにも幾多の名馬が中央に来てる。もちろん芝レースで合わなくて通用しなかった馬も多いかの。今回の風の電撃は決闘的に芝はこなすそうだし、まだ無敗なんじゃろ。そこが割れてない馬ってのが怖いもんじゃわ。おー、ロンリープリンス来たよ。これでねえ、クラシック三冠取るぜ。いいが、ここは前哨戦とは言ってもエンペラーとのこともあるから、ブーザーマラ競馬だけはできん、心して乗ってこい。そうか、キスギ、ウィザーシメジでも大丈夫だろうけど、追い切りも頼んで。時代背景ですね。本当に今でこそですけどね、やっぱりね、昔はね。今週はロンリープリンスの復帰戦だな。エンペラーも確かに強い馬だけど、やっぱり新種はこっちの方だな。どんな競馬できるか注目だな。先週のミスフラックス未勝利、最後足を回して負けたな。全然息が合ってなかったぞ。え、そうな。あ、
がとうございます。さあ、ロンリープリンスだけでいいんですが、やはり少し回っていかないとダメかな、やっぱり。兄さん、ゼロユニットという馬がいる。おお、お、これが期待馬ですか、西さんの。いや、仕方ないな。乗ってあげよう。このゼロユニットっていうのはなんかあれやな、勝負係来そうやな。そのうちツバメ王につぎ込んだポイント返してほしいわ、ほんまに。どこ行ったんや。つかおさん、はじめまして、こんばんはです。いや、僕もこれね、やったことないんで。そうなんですよ、一応ね、ジョッキーゲームの RPG なんですよね。そう、だからストーリーがね、ストーリーを進めていくっていう感じなんですけど、曲調とかもね、雰囲気もね、うん、なかなかいいですよね。まあでも、お願いって行かないとね、ストーリーが進まないのか、それとも、まあ、別にやらなくてもいいのかっていうところはね、ちょっと。いやー、もう制約入ってるんですよ。もう阪神乗るって決まってるんで、すいません。じゃあ行こうか。多分もう大丈夫よね。いやー、もう乗り物をね、足で稼いで、そんな感じですね。4年目、3月30日水曜日、魔老城、ロンリープリンスの泳ぎ、半路で目いっぱい、行きましょう。これ、ゴーってなる前から終えんねんな、そういえば。やば、手応えめっちゃいいわ。おお。破格のタイムやったね。完璧やね。さあ、じゃあもう2時間半になるんで、まあそろそろね、どこら辺で終わろうかなっていうところをちょっとね、考えながら、まあクラシック始まる手前ぐらいでね、クラシック始まるぐらいかな、皐月賞ぐらいまでちょっと行きたいかな。うん、最初はゆっくり行って後半勝負やね。ゼロユニット西さんのね、期待は。
全場ゲートイン完了。体勢がやっと落下した。しったさて、どの馬が行きますか。先手を奪ったのはリッチアズリ。やらかしたわ日産、ごめんね。2番手を追走。その後ろには4頭ほどが一塊でタットトリック。内を追走。中にバイタルスパーク。ホワイトフィンガー。いやー。外を追走。ねえ。外からエルガイアヘム。ロンリープリンスはさすが G1 馬の手応えだったっていうね。うん、話をねしようかなと思ったら出遅れましたね。外を追走。その後ろは2馬身ほどの差で保留。ほとんど差はなく2番氷河ベンチャー。後方から2番手にはインセクトモール。リコーナーカーブ。最後方を追走するのはゼロユニット。さて先頭に戻りましょう。先頭はリッチアズリッチ。バイタルスパーク単独2番手。得意のスタートって言ってもね、あそこまで最初から立ち上がってっていうのは武士の魂。さらにすぐ後ろからは2頭並んで、まだ2回目か。内を追走、バックドア。外を追走。ほとんど差はなく10番ヘルガイアヘブ。その外にはディスブレザー。さあコーナーで上がってこう。さらに内が開くタイミングを見計らってその後ろはペースを上げたい。氷河ベンチャー。上がっていったのは7番インセクトモール。ゼロユニット。最後方を追走。さて先頭に戻りましょう。ゼロユニットっていう名前はねめちゃめちゃかっこいいから武士の魂。その差多分勝てる。ほとんど差はなく3番手ロックルー。まだどの馬にもチャンスはありそうだ。先頭はゴールシーしてる。ゴールシーリードは半馬身。2番手にロックルー。さらにすぐ後ろからは2頭並んでこれから直線の攻防に入ります。さあゴールシーして、先頭でゴールしてやれ。ゴールしなだけに先頭でゴールしてやれ。ダメだダメだ、出遅れたから手応えがない手応えがない。シングル負けよ。あらららら、しんがり負けだわ。2番人気日産。日産ごめん、日産ごめん。日産怒ってるかな。うわ、ノリクラロンリープリンスしかないじゃん。ここは負けられへんね。まさか先行とかじゃないよね。お、さすが 1.2、 さすが G1 馬 1.2。 5月女も結構あれやねんな。ねえ結構家も飲んでんなあいつ。しっか、4コーナーまだ溜めていけ。直線勝負スタート、気をつけろよ。スタート気をつけろよ。全場ゲートの中体勢が整ってスタートしました。はい、安牌取れました。さあ先手を伺うのはどの馬か。先頭は内からトロピカルフィース。安牌取りました、申し訳ない。ブルーギルと並んでいきます。4番手クラウドテープ。ほとんど差はなく5番手から立ち上がっての、すごい加速力が違う。立ち上がっての出遅れよりか普通にスタートが悪いという状況の方がいいかなと思って、無理はしなかったです。はい、3番手からそのうちに4番ブルーギルエースストライカー。5番手を追走。その後ろは3馬身ほどの差でカントリージャック。いや加速力が違うわ、すげえわ。先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。カップリングでリードは半馬身。2番手にクラウドテープ。ほとんど差はなく3番手にはトロピカルフィース。4番手からブルーギル。その後ろは3馬身。ここはちょっと負けられへんからね。その外にはカントリージャック。3コーナーカーブ。後方から3番手にデビットユニバース。後方から2番手にはニューパリジャック。デビットユニバース懸命に差を詰めてきている。先頭はクラウドテープ。2番手からカップリングでその差半馬身。3番手からトロピカルフィース。落ち入れるかこれ。4番手からブルーギル。5番手からロンリープリンス。さらにすぐ後ろからは2頭並んで第4コーナーから直線ロンリープリンス。中をついて上がってきました。先頭はカップリングレート。後
ふざけんなよ。お前らふざけんなよ。おっと、負けるんか。おい、負けるんか。やめてくれ。ドーブ負けるかと思ったわ。勝ったよね。いや、よかった。負けたかと思った。いや、危な。そしてこの日、地方競馬の雄、風の電撃と勝田は、おう、どうやった？中央馬に殴り込みをかけた。勝田ね、負けたにならんかったらいいですけどね。スネークビーバー差を詰めてきました。風の電撃先頭、その差を広げます。2番手からレッツエクスプレス、ベースディフェンス上がってきました。先頭は風の電撃、後続が迫る。2番手は接戦、内から大花火、ベースディフェンス。大花火はなんか前もなんか走ってたぞ。風の電撃、後続が迫る。風の電撃今ゴールイン。おー、風の電気勝ってるやん。おお、ガッツポーズ決まってるね。いいね。ありがとうございます、楽しい配信。いやー、そう言っていただけるとやりがいがあるというか、ね、励みになるというか。ありがとうございます。ちょっとね、まあ、喉の調子が悪いんでね、そうそうそう、喉の調子がいいときはね、もうちょっと楽しいかなっていう感じですね。いや、皆さんのおかげなんでね、今遊びに来てくださってる皆さんのおかげで楽しい配信がね、僕もできてますのでね、引き続きよろしくお願いします。では、弓削先生、先々週の阪神スプリングジャンプ、女神ストライク。いやー、押すの。いやー、上手ならないですね、本当に、押すのだけは。本当に追うのがうまくならないんですよ、先生。さあ、まず新宮寺先生のところにちょっと挨拶に行こう。ちょっと怪しかったからね。よし、ロンリープリンス無事に勝ったら遠征お疲れさんじゃったろ。いやー、ギリギリでしたけどね。お、疲れもあんまりない。無知打たんかったからね、先生、疲れたら大変やと思ったんで無知は使わずに乗りました。疲れもあまりないみたいじゃし、いい滑り出しができた方がいい。イエーイ。お、山形厩務員、山形のおばちゃん、兄先生、兄先生探してたって。いや、怒られるわ兄先生を探してたって。いや、昔のよしみでね、多めに見てくれへんかな。少なめに見ずにね、ちょっと多めに見てくれへんかな。いや、惜しかったって。うん、惜しかったって。コンコン。おい、失礼します先生。すいません、
いきなりにね見つけられてる気がする。あでもテンションがロンリープリンスのことで頭がいっぱいやな。これでいよいよ皐月賞ではエンペラーとの無敗対決やで。それはそうとやな、それはそうと、ゼロユニットの剣や、分かっとるな。おい、どうなっとるんや。お、優しい、怒ってない。前半を抑えていけと指示出したのは先生やからって優しいそれで負けてからとはいえ、たくまを攻めることはできんの。いやなんかやっぱり声がグー、あ、そうそう、天野先生は話があるって言うとったで。優しいね、やっぱりねえ、声がね、声と喋り方がねえ、グ、あいやいや、あの抑えろって、抑えるために俺が乗って勝てなかった馬だなって、すいません。すいません、俺が、あそこ未勝利バイトスクランブル、あ、勝てなかった馬にまた乗せてくれるってこと。これ白い馬、ビシ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 、いやこれはホワイトフィンガーじゃないのね。いやあの抑えろって前半抑えてくれって言われたからね、あえて会えたわけですよ、スタートはね。そうそうそう、あれはフライングヒット AKB かよっていうね。いやすいません、僕は一足先に阪神に行ってきます、すいません。コパンさん、こんばんはです。よろしくお願いします。お、ナミエちゃん。いや、マジかよ。ちょっと待ってくれよ。キスギファンが増えてきてるやん。次は、サツギション。先輩、G1 勝てるといいね。いやー勝つ勝つ、ナミエちゃんのために勝つよ。あ、なりふり構わぬ、お、褒められてるやんの勝つさ。ちょっと後で LINE 送っといたろ。勝つさ、お前新井さんが褒めてたぞっつって。お前なー、お前ほんまくれくれマンやな。まあやるけど、まあ、返すよ絶対な。これでもこいつはなんか、いやほんまなんかあれやな、ほんま浜ちゃんに見えてきたな。返せよほんまに。あれこいつのあげてくれくれ言うけど、あげてたら帰ってくんのかな。なんかね、今までのお礼だとかっつってなんかくれたりすんのかな。このゲームはね2002年なんで、多分もう今と一緒に変わってるはずですね、馬の数えは。あ、さくらんぼそうか。いやーお世話になったからね、さくらんぼには。
久々に砂浴び場に。うわーもう美人だわーみんな。リッチアズリッチにももっと頑張ってもらわないとね。リッチアズリッチ、そうか。いやてっぺんべんさん、ベルマーク通知設定ありがとうございます。そうっすね、そうね。うわすごい、ちょっと待って、ちゃんと見ひんかった。永遠の真理、永遠の真理っていう名前のものだ。3番ワイドスクランブル、さあ先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのはランダムセクション、リードはハンマシン、2番手リベックカーテン、3番手にはラージリアクション、4番手からローラーホッケー、ほとんど差はなく6番永遠の真理。永遠の真理かっこいいな。その後ろは2馬身ほどの差でタイピングリズム、1頭ポツンと離れて最後方追走はワイドスクランブル。さて先頭に戻りましょう。依然として先頭はランダムセクション1馬身のリード、2番手にリベックカーテン、その後ろは2馬身ほどの差でラージリアクション、その後ろは4馬身ほど離れてあれかな、ペース上げていけば避けてくれるな。ほとんど差はなく、あでも詰まる時のあれなんなんやろ、なんで避けてくれへんやろ。追走するのは永遠の真理、2コーナーブルテルブルテルブルテル、その外にはタイピングリズム、最後方からワイドスクランブル。さて先頭に戻りましょう。先頭を争うのは2頭、ランダムセクションリベックカーテン、その後ろはかかってる2馬身ほどの差でラージリアクション、ローラーホッケー、4番手からユーロコレクション、5番手を追走、その後ろは4馬身ほど離れてタイピングリズム、ワイドスクランブル、後方から2番手を追走、わずかに最後方は永遠の真理という体勢です。今回は通知まずい。コーナーに向かいます。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。リベックカーテンリードを広げます。2番手にランダムセクションコンベア、じわっと差を詰めてきている。花を行くのはリベックカーテン、そんなあれですか、アダルトコンテンツみたいな扱いですか。僕の配信。5番ランダムセクション、その後ろは2馬身ほどの差でナイピングリズム、5番手からローラーホッケー、これから直線の攻防に入ります。人気のコンベアまだ後方です。先頭は3番2頭リベックカーテン、ランダムセクションラージリアクション、リードは半馬身。これ無知の意味がわからんねんな、ほんまに。抜け出しました。2番手からユーロコレクション、先頭はワイドスクランブル、内にコンベア、永遠の真理。刺されてるやん、外から鮮やかな差し切りでした。絶対勝ったと思ったのに。ああなるほどね、そういうことですね。ああま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 あ人気馬に。おお久々やね、エージェント、エージェントのおじさん。4年目3月5週勝負係の話はもういいのよ。違う話してくれ、たまには。ちょっと見ていこうか。ストレート。馬が左右に寄れづらくなる。ね、ストレートは、まっすぐ走らせれるという意味のストレートであって、決して、ね、エルボー。ね、エルボーに対して、ね、ストレートっていうことはないですね。いやちょっと何かっていうか分からん。おるやん、こまめ姉さん。エージェントに引っかかって、こまめ姉さんに届かない。こまめ姉さんに届かないよ。あ
時枝先生、殺技賞まもなくですね。ちょっと殺技賞までは行きたいな。どれも「ロンリー・プリンス」に次いで「エンペラー」負けてられへんで。あ、先生、何かいい馬を乗せてくれると風の噂で聞いたんですけど、今ほら、5月女がね、5月女よう乗ってるんですよ。でね、よう負けてるんですよ。そうそう。で、乗ってくれってこっち来るんで。いや、でもなんか馬のね、ゴール後に馬の頭ぶん殴った騎手もやっぱいるんでね。天野先生、ワイドスクランブ。いやー、そうね、先生の言う通り乗ったんで許してください。と、西先生、あ、怒ったら怖いって言ってたけど、でも先生優しいんですよ、実は。あれは5月女ですね。うん。西さん、あ、もう西さんって言ったらあかんか。西先生、ついつい昔の癖で。いやー、押川さんも良かったですね。みんな帰ってこれて。西さん、あ、すいません、ついつい西さんって言ってしまう。いや、ほんまですよ。うわ、すごい。すごい、なんかあれやな。すごい、調教師試験何回も落ちて、ねえ、師匠の。渋沢厩舎が解散になったっていうことも感じさせんくらい堂々と今歩いてたな。我が物を歩いてたな。ロニブリス中間どうや。やっぱり他の技術といってもなんか、うん、お、上限のなんや、あれ、なんか結構みんな5月女に乗せてんな、すごいな。杉君がよく来てくれた。ちょっと話があるんだ。障害オープン温泉まんじゅう、まあ乗りましょうか。いや、このゲームはね、いや、ほんまにあれですよ、多分結構レアですよ。うん、多分知ってる人は知ってる、知らん人は知らない、そんなゲームだと思います。いや、そりゃそうやろっていうね。いや、そんなもん何でもそうやろっていうね。いや、限られた人しか知らないゲームだと思うんですよ。
え、詰めて。え、早くどっか行けって言った今。おい、ちょっと待てよ。なんか今早くどっか行けみたいな言い方せんかった。大丈夫か。おいおい、ハラスメントやぞ今の時代やったら。さあ行こうか。じゃあ、あ、まだ少し回ってみてもいいかな。そうな、にゃー。どこやでも。弓削りさんとこ。多分帽子はね、ねえ、帽子取ったらこうなる、こうなってんのかな。すいません、ちょっと消防係じゃったかって言われても別にポイント入れてないんでいいんです。大丈夫っす。これ大丈夫かな。ああ、消防係があったからか。そうか。4年目3月50日水曜日、魔老城上限の湯切り、販路で目いっぱい、オッケー。ほら、12秒8しか出えへんもんな。ねえ、さっき11秒出てたでしょ。うん。お前今の今まで何し、今まで何しててんみたいなね。なんかそんなね。そんなね、名前にも見えてきますけど。全場ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。おお、めっちゃ今絶対立ち上がると思ったのに。先頭を争うのは2頭、ドリームスペシャル今上がっていったのは5番リアルプレイ、その後ろに11番絶対立ち上がろうと思ったのに今の。ああ、これは今のはちょっと怪しいな。ちょっと開口を受けちゃうかもしれない。2頭並んで、うちにはマグマの剣、これから3コーナーに向かいます。外イエローテイルズ、その後ろは2馬身ほどの差でゴッドセイバー、後方から3番手アパレルナビゲート、今交代上がっていった。今交代。さて先頭に戻りましょう。めっちゃ言われるわこれね。えリードを広げます。ボロカスにネットで叩かれるわ。スタート良かったのにって、なんでなんでシングルまで下げてんねんみたいなね。1馬身半離れて1番ドリームスペシャル、上がっていったのは15番サニーズトラノー、それに連れて11番。おお、詰まってるぞ。うちこれから直線の攻防に入ります。あー終わった。完全に詰まってもう足なくなった。なんかね、馬でも詰まった瞬間もう馬やる気なくしましたね。ああ、これはもう怒られるやつやわ。スタートよかったのに。いや、このゲームはね、もうジョッキーゲームでちょっと探してたらね、たまたま見つけたやつで。で、しかも初代の Xbox でしかできないゲーム。うん。で、初代の Xbox っていうのが、もう限られたゲームしか出てなくて。で、しかも、その、
Xbox 初代のハードがもうすぐに DVD を読み込めなくなるという、そういうあの不具合をもうすぐ起こしてしまうハードやったらしくて、あんまりね販売数も少ないらしいんですよね。そうそうそう、だ結構レアゲームです。全馬ゲートイン完了。係員を離れてスタートしました。おっとグラディエイター出遅れた。さあ先手を伺うのは、出遅れてないねこれはね。これはちょっとスタートが良くなかったっていうだけで出遅れてはないよね。後ろからは2頭並んで3番チケット、内を追走。スラッシュマスター外から上がっていったのは、すごい最もまで上がっていってる。ちょっと能力が違うかもな。後ろからは1番クランキーボーイ、その後ろは2馬身ほどの差でオールポーション、後方から2番手サバイバルグリーン、ドームプライス。いや今のはなんかたまたまね、右上のところはね、あの馬のやる気っぽいんですけど、グラディエイタースタート1機ライトウィッターね、今多分あの今しりっぱねしてるのすげえやる気なんですよ。元気です、元気っていうことだやと思うんですけど、さっき詰まった瞬間ね、もう完全にやる気なくしてたから、やる気なくすんかな。馬によってはそういうのがあるかもしれないですね。結構このゲーム、もう細かく設定されてるっぽいんで。半馬身のリード、1000m を通過、65秒です。2番手にはライトウィッター。その後ろ、いやもうだから新品はもうね販売されてないんで、もう中古でね、あの買わしてもらったんですけど。2番手を追走。その差半馬身、ポールポーション。3番手を追走。そうそう。上がっていったのは中古でね買わしてもらいましたけど。直線に入りました。それでも、まあ、それなりにねあの値段したんで。できればね皆さん動画の方見ていただければ、せっかくね買ったやつだから。くそいやー前の方行ったら勝たれへんよな普通に。いやいやあのそうそう、ゲーム自体もねなんか下手くそやってよく言われるんですけど、下手くそやって言われるんですけど、あの他のねあのバイオとかも してるんですけどね、結構まあねまあ下手くそ、うん、って言われるんですけど、下手くそではないんですよ、ちゃんとできてないだけなんですよ。そう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 、それと一緒なんですよね。うん、出遅れてるわけじゃないんですよ。スタートが良くないっていうだけで。お、得意なの来たよ。うちに潜り込んで死んだふり。任せてくださいよ。さあ、上限の。ね、何になるのか、ここで決まる。加減に落ち、全馬ゲートに収まっています。スタートしました。加減に落ちてしまうのか。スタートになりました。さて、どの馬が行きますか。先頭を争うのは2頭、ウェディングパレス、天井院。そうですよ、デンガの宝刀ですよ。さらにすぐ後ろからは3頭並んで、うちには手塚国光というところのゼロ式ドロップですよ。外を追走、ね、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、うちグラトリックポン、外からコンバットミグ、わぁ死んでるわ、完全に死んだふりしてるわ。ローラーホッケー、その外には奇跡の瞬間皆さんに奇跡の瞬間をねお届けしましょう。2コーナーカーブ、最後方を追走するのは上限。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。ウェディングパレス、リードは3馬身、2番手を追走するのは天井院、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内にラッキーリップス、エンプレストール、外を追走、5番手にツイストフライト、その後ろは2馬身ほどの差でクルミ、ほとんど差はなく7番コンバットミグ、その後ろは2馬身ほどの差でグラトニックフォグ、上がっていったのは11番アストロバイオ、3コーナーカーブ、その後ろに15番ツクヨミ、その後ろは2馬身ほどの差でローラーホッケー、その後ろは2馬身ほら死んだふりから一気にほら生き返って生き返った、ほら内をこじ開けて差を詰めにかかります。先頭
方はエンプレストールリードを広げます。2番手天井位、3番手ツイストプライド、ほとんど差はなく4番手からラッキーリップス、上限5番手を追走。これから直線のコーナーに入ります。ほらほらほら、死んだふりしてたのにもう4番手やもん。1から1馬身のリード、2番手エンプレストール先頭を追います。エンプレストール後続に1馬身のリードを取りました。いけいけ。現状位3番手からラッキーリップス、4番手にツイストフライト、5番手そう最近は乗る日なもん。残り 100m ラッキーリップス1馬身半のリード、ラッキーリップス振り切ってゴールイン。ラッキーリップス人気に応えました。最近なんか伸びひんな。よし、温泉まんじゅう行こう。すでに全馬ゲートに収まっています。スタートしました。展開馬ポーンとコースター、半馬身ほど抜け出しました。これから最初の障害に向かいます。無事飛越を終えて先頭は展開馬、先頭を行くのは展開馬、後続に2馬身のリードを取りました。2番手にはセンチュリーホープ、上がっていったのは1番温泉まんじゅう。温泉まんじゅうジャンプ、無事飛越を終えて先頭は展開パン、その後ろに1番温泉まんじゅう、センチュリーホース3番手を追走。何回も何回もまんじゅう言われると2馬身ほど離れてすごい走。その後ろは2馬身ほどの差でパーソナルウォール、後方からあれすごいぞって、その後ろ平場走っちゃなかったっけ。サテライトシティ最高峰にモーニングミル、障害に転向したんか。先頭入れ替わりました。温泉まんじゅう半馬身のリード、2番手展開馬、その後ろは2馬身ほどの差でセンチュリーホーム、水濠障害ジャンプ、無事飛越を終えて先頭は温泉まんじゅう、ほとんど差はなく3番展開馬、3番手センチュリーホーム、4番手からすごい走。その外には6番パーソナルウォール、さらにすぐ後ろからは10番ホングリズム、その後ろは大きく離れてヤングガリウス、その後ろは2馬身ほど離れてすごいぞ。あ、すごいぞ。でもその後ろは10馬身ほどの差でサテライト式、そうか、最高峰にモーニングミリオン。さて先頭に戻りましょう。池垣障害ジャンプ、周りに馬がいないと、周りに馬がいないとペースが分からへん。ペースがというかジャンプできるジャンプできるスピードなのかどうか判断できたのは10番コングリズム、池垣障害ジャンプ、無事飛越を得て先頭。おお、エルボエルボエルボ、めっちゃエルボしてるやんけ。1番温泉まんじゅう、そのうちに9番センチュリーホーク、ジグザグ障害を飛越しました。無事飛越を得て先頭は展開パン、2番手にはセンチュリーホーク、上がっていったのは1番温泉まんじゅう。打ち入れてくれ打ち入れてくれ、もっとおいおいおい、ほとんど差はなく6番パーソナルウォール、後方から2番手にサテライトシティ、最後方からモーニングミリオン。さて先頭に戻りましょう。先頭は3頭が眼光状態、内からコングリズム、パーソナルウォール、結構外行かされてもってるけど、上がっていったのは9番センチュリーホーム、池垣障害ジャンプ、無事飛越を得て、いやー嘘マジか。パーソナルウォール2番手にはコングリズム、その後ろはクソ前におったやつ全員失敗してるやんけ。さらにすぐ後ろからは2頭並んで、マジかよ。外温泉まんじゅう、池垣障害を飛越しました。無事飛越を終えて先頭はパーソナルウォール、2番手にコングリズム、3番手を追走するのは温泉まんじゅう。これから3、4コーナー中間の障害に向かいます。無事飛越を終えて先頭はパーソナルウォール、2番手コングリズム、サテライトシティじわっと差を詰めてきている。先頭はパーソナルウォール、リードは1馬身半、2番手からセンチュリーホーム、3番手温泉まんじゅう、クワーコースを横切って直線に向かいます。伸びない伸びない、トシティじわっと上がってきている。パーソナルウォール半馬身のリード、2番手からセンチュリーホープ、3番手からコングリズム、これから最終障害に向かいます。パーソナルウォール後続に1馬身半のリードを取りました。2番手からセンチュリーホープ、温泉まんじゅう差を詰めてきました。
温泉まんじゅう、追ってくれ追ってくれ、よしよし、温泉まんじゅう、温泉まんじゅう、よっしゃー、いいね、決まった。多分打ち回ってる方が有利やと思うんですけどね。うん、スタミナ的に。おお、そんな睨みつけんでも。4年目4月1週火曜日スタンド。佐々木城の私の予想聞きたい？聞いたくなくても喋るわよ。本命は拓馬くんのロンリープリンス。これはもう崩しようがないわ。それで対抗だけど、ここは思い切って勝田くんの風の電撃を狙うわ。鷹のエンペラーは抑えまでね。この馬、まだ厳しいレースはしてないもの。あ、そうなんや。賞レースは確かに高野くんの見立て通りかもしれないけど、現地で経験を考えると、やっぱり敵は風の電撃じゃないかしら。そうそう、高野くん、浜野先生が君を探してたよ。そうなんや。ただ僕の馬のロンリープリンスを本命にされるのもちょっと嫌やな、でも。オンリーロンリー、ロンリープリンスか。何しみじみね、まあ俺のことかみたいなね、なんか一人ぼっちの王子様みたいな、なんか俺のことかみたいな顔で今見てたけど、ん、お前のことじゃないぞ。おお、奇跡がよく来たの。ちょっと羽があるんじゃ。中山未勝利、なんか未勝利ばっかりやな。ワイドスクランブル、そう、勝たしてあげなあかんのか。毎週なんかワイドスクランブルに乗ってる気するわ。そんなことない。ちょっとどこに行けばいいか分からんけど、東京田先生ね。障害です。時田先生、そら雨降ってるからね、さすがに事務所か先生はね。先生、2枚マンの未勝利、スタートだけは抜群やったな。ブービートラップか。すいません、もう先約あるんで、そればっかりは申し訳ないです。いや、多分ね、あの RPG なんで、特にね、その馬が活躍していってみたことないと思うんですよ。今未勝利のやつがね。あ、怒ってる。え、怒ってないのこの顔。それけどなっていう感じ。けどなっていう感じ。え、めっちゃ積んでるやん。ゼロユニット、ちょっと待ってくれ。前走15着やってしんがり負けしたやつやんけ。馬房におる。バーボー先生、話があるということで、なんかちょっと怒り気味やな最近みんな。乗せたるが、ありがとうございます。
がとうございます。めっちゃ乗せてくれるやん、鉄時代よ。おありがとうございます。のおとさん、うふ、言うね。のおとさん、でもこんな嫌なこと言いながらでもね、あれなんですよ、雨ん中ね、いろんな厩舎回ってね、いろんなもん見てるんですよ。そうなんですよ、こっちも顔も悪いけど、こっちもね顔も悪いけど、すごいね、うん、競馬ということに関してすごい好きっぽい。いやー申し訳ないです、それはちょっとねできないんですよ。あれ西九州に渋沢先生おるって言ってたな。兄さん、渋沢先生ごめんやってるんで、早く事務所、お、事務所に、お、事務所におるんかいな。ところで今週は何とに起業するんじゃ。そうか、今のところ5頭か、なかなかまとおるな。お、今週3勝したら褒美をやろう。老人のたわごとと思うじゃろうが。お、びっくりした。このハゲみたいな、なんか、老人の、ねえ、このハゲみたいな。少しは励みにね、うん。励みになるじゃろうね。うん。ハゲ。励みが、励みが激しみで、ねえ。渋沢先生でもあれか。髪の毛あるタイプのね、老人なんで。そう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 。4年目4月1週水曜日マロージョ。それではゼロユニットの駅に、ああ反路で目いっぱい、さっきもか。お、スピード出てるよ結構。お、早っ。11秒5、破格やな。そら笑顔にもなるわな。さあ、じゃあ参照してご褒美もらおうか。ここはちょっと難しいかな。馬群は苦手。全馬ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。ややばらけたスタートになりました。これから最初の障害に向かいます。無事飛越を終えて、先頭はセンチュリーホープ。先頭を争うのは2頭、ラフィングウルフ、センチュリーホープ。3番手にバルーンフラワー。4番手にはパーソナル。いや、いい感じに。その後ろは4馬身ほどの差で、馬群を苦手って言われてもうちに入れよう。その後ろは6馬身ほどの差で抑えのプレス、ほとんど差はなく、8番ビッグスイッチ。先頭は生垣障害に向かいます。無事飛越を終えて、先頭はラフィングウルフ、2番手にセンチュリーホープ、そのうちにバルーンフラワー、後位にはパーソナルウォール。その後ろは左右にね、寄れまくるからね。ほとんど差はなく、そうそう、うちに入れとけば、もううちにね引っ張っとけばいいだけなんで。
最後方からトラッカーズアイ。さて先頭に戻りましょう。花を行くのはラフィングウルフ。リードは2馬身半。センチュリーホーク。おお、めっちゃ離れてる。そのうちに5番バルーンフラワー。その後ろは3馬身ほどの差でパーソナルウォール。5番手を追走するのは鉄次大王。その後ろは2馬身ほどの差でビッグスイッチ。後方から2番手にアレックス。わずかに最後方はトラッカーズアイという体勢です。さて先頭に戻りましょう。先頭行くのはラフィングウルフ。いやペース分からんなこの距離だと。2番手を追走するのはセンチュリーホープ。池垣障害ジャンプ。無事飛越を得て先頭はセンチュリーホープ。ほとんど差はなく9番ラフィングウルフ。5番手には鉄次大王。その後ろは2馬身ほどの差で5歳のプレス。その後ろは8馬身ほどの差でそろそろ上がっていくか。トラッカーズアイ。わずかに最後方はアレックスという体勢です。さて先頭に戻りましょう。上がっていくべきかこれ。水濠障害に向かいます。無事飛越を終えて先頭はセンチュリーホープ。そのうちにラフィングウルフ。3番手からパーソナルウォール。先頭は池垣障害に向かいます。無事飛越を終えて先頭はセンチュリーホープ。ほとんど差はなく9番ラフィングウルフ。その後ろは2馬身ほどの差でパーソナルウォール。そのうちにバルーンフラワー。5番手に鉄次大王。その後ろは3馬身ほどの差で5歳のプレス。その後ろは8馬身ほどの差でトラッカーズアイ。最後方にアレックス。さて先頭に戻りましょう。先頭を争うのは2頭センチュリーホープラフィングウルフ。3番手にパーソナルウォール。ほとんど差はなく5番バルーンフラワー。後方から3番手5歳のプレス。その後ろは6馬身ほど離れてトラッカーズアイ。先頭は畜作障害に向かいます。無事飛越を終えて先頭はセンチュリーホープ。その外には3番パーソナルウォール。ほとんど差はなく3番手にはバルーンフラワー。その後ろは2馬身ほどの差でラフィングウルフ。鉄次大王。飛越の失敗なかったけど後方各馬がまたあるんか。スピードを上げていきます。先頭はパーソナルウォール。1馬身のリード。2番手バルーンフラワー。先頭は最終障害に向かいます。無事飛越を終えて先頭はパーソナルウォール。上がっていったのは5番バルーンフラワー。スピード上げててもあかんよね。センチュリーホープ。さらに一緒に9番ラフィングウルフ。障害コースからダートコースへ。センチュリーホープ先頭を追います。バルーンフラワー3馬身のリード。2番手もうちょっと前行っとくべきやったか。バルーンフラワーリードは4馬身。2番手センチュリーホープ。トラッカーズアイ伸びない。バルーンフラワー4馬身のリード。2番手にパーソナルウォール。バルーンフラワーもうちょっと前におったら勝てたか。くそー。バルーンフラワー結局押し切りました。ご褒美ってなんなんやろな。入着まで。え、3番人気なのにそんな。マジか。すでに全馬ゲートに収まっています。スタートしました。バラバラっとしたスタートです。さてどの馬が行きますか。先頭は内からリベックカーテン、メルシーグルーブ、ブラックデーブと並んでいきます。その後ろは2馬身ほどの差でクルミ。5番手にはリブロストロング。その後ろは2馬身ほどの差でランダムセクション。さらにすぐ後ろからは4番タイピングリズム。ルーキーイヤー中段も追走。ほとんど差はない。まあ逃げろって言ってもね、つくよみ。逃げろって言っても逃げへんから。その後ろは2馬身ほどの差で奇跡の瞬間。後方から3番手ユーロコレクション。まあ好きに乗れってね、するのはアルテミス。信頼されてのそうであれば素敵ですけど、ね、もうこいつ何言ってもっていうね、完全に呆きられてる好きに乗れなんで、ちょっとニュアンスが違うんですよね。2番手を追走。その後ろは2馬身ほど離れてリベックカーテン。その後ろは2馬身ほどの差でクルミ。5番手にランダムセクション。その後ろは3馬身ほどの差でタイピングリズム。さらにすぐ後ろからは3頭並んで内
からルーキーイヤー 1000m を通過65秒です。3コーナーカーブ、中にリブロストロング、外から奇跡の瞬間、まあ、おまぼやからか上がっていったのは2番、ユーロコレクション。後方各馬が徐々にスピードを上げていきます。先頭を行くのはブラックデーモン、リードは半馬身。2番手からメルシーブルーム、3番手リベックカーテン、ほとんど差はなく9番ランダムセクション、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、まもなく直線コースに向かいます。コンベアー外をまくって上がってきました。メルシーグルーム後続に2馬身半のリードを取りました。2番手にはブラックデーモン。おお、よかった、刺さると思って外に行こうとしたけど綺麗に開いてくれたぜ。よっしゃ、よいしょー、勝ちました。あと2勝。人間は乗ってんな。料理人、アフタヌーンティー、いいね、料理つながりや。先行作か。全馬ゲートイン完了、体勢が整ってスタートしました。バラバラっとしたスタートです。さてどの馬が行きますか。先頭は内からいい感じじゃないね、並んでいきます。さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内からボールピー、アフタヌーンティー、外を追走、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内にはオートリプレイ、外にはゲットチャレンジ1200や。さらにすぐ後ろからは9番ライジングレディ、後方からジュピターパレット、ほとんど差はなく後方から2番手にホースフィールド、これから3コーナーに向かいます。1頭ポツンと離れて最後方追走はウーパーワン。さてこの辺りから各馬動き始めます。先頭を争うのは2頭、そうですね、右上のグラフィックは多分乗ってる馬のグラフィックと一緒かなと。アフタヌーンティー、その外にはオートリプレイ、ほとんど差はなく1番ボールピー、まもなく直線コースに向かいます。人気のウーパーワン、まだ最後方にいます。先頭はまだ最後方、粘れるか。2番手からボールピー、アナライザーボタン、差を詰めてきます。ゲルゲル、4番手にオートリプレイ、5番手からフォースフィールド、まだまだ 100m ある。料理人1馬身のリード、かわせるかわせる、残り50、一気に今ゴールイン、かわしたやろ、かわしたやろ。写真写真写真、かわしてるやろ。大接戦決まった、完璧じゃん。あ、早送りできる、早送りできる、マジか、スローもできる、マジか、すげえ、知らんかった、早送り、てんてんてててててんてんててててててんてて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 てちょっと待ってで、スローで、スローで、ゴール前スロー、おー初めて知った。早送りできましたね、リプレイ。さあ、桜花賞ということは来週皐月賞ですね。2勝できたんで、あと1回勝てば。すでに全馬ゲートに収まっています。スタートしました。おっと、ゼロユニット出遅れた。さあ先手を伺うのはどの馬か。
先手を奪ったのはバックドア。リードを広げます。2番手にリッチアズリッチ、上がっていったのは1番ロックルーン。4番手ハットトリック、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内ホワイトフィンガー、外にクルージング。西さんもね、思い切って後ろからって。その後ろは4馬身ほどの差でオリュー。後方から3番手にインセクトモール、学園イージー。後方から2番手を追走。1頭ポツンと離れて最後方追走はゼロユニット。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。リッチアズリッチリードを広げます。2コーナーカーブ、2番手からバックドア、3番手にクルージングテール、4番手にハットトリック、ほとんど差はなく5番手にはホワイトフィンガー、その外にはオリュー。後方から3番手を追走するのはインセクトモール。その後ろは6馬身ほどの差で学園イージー。最後方にはゼロユニット。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。バックドアリードを広げます。2番手を追走するのはリッチアズリッチ。これから3コーナーに向かいます。3番手クルージングテール、その後ろは2馬身ほど離れてハットトリック、5番手にホワイトフィンガー、中段を追走するのはオリュー。ほとんど差はなく9番インセクトモール、その外には5番学園イージー。最後方を追走するのはゼロユニット。よーし、ゼロユニット懸命に上がってきました。いい感じ上がってってるぜ。先頭はバックドア、リードは1馬身、2番手リッチアズリッチ、その後ろは3馬身ほど離れてクルージングテール、上がっていったのは4番ハットトリック。まもなく直線コースに向かいます。オレンジの帽子ゼロユニット、集団から先団に向かって差を詰めてきました。先頭はリッチアズリッチ、粘れるか。2番手からバックドア、ゼロユニット上がってきている。リッチアズリッチ、バカせい、3馬身、2番手3勝目だぜ。差を詰める。残り 100m、 リッチアズリッチ半馬身のリード。リッチアズリッチ今止まった。リッチアズリッチ鮮やかな差し切りでした。マジか、差し切れると思った瞬間止まった。なんか3勝目は絶対渡さんぞみたいな感じで止まった。ゴール前いけると思ったのに。マジか。くそ、3勝目やと思ったのにな。すでに全馬ゲートに収まっています。スタートしました。おい、バックインセクト、オントコースター、半馬身ほどめっちゃ飛び出た。どの馬が行きますか。先手を奪ったのはカミングスパーク、リードは半馬身、2番手ゼロサムゲーム、3番手にライティングダウン、ほとんど差はなく7番ゴールデンデザート、5番手グリルスパイン。早いねみんな。3コーナーカーブ、ほとんど差はなく9番クラッタービュー、その後ろは5馬身ほどの差でラックインセクト、上がっていったのは4番スタート。あんだけ切ったのにさ、その後ろは2馬身ほどの差で有限したシャウルビートル、懸命に上がってきました。先頭はカミングスパーク、あんだけ最初おい2番手を追走、その差半馬身、おっつけて見に行くんやからそれは無理やろっていうね。それに連れて5番グリルスパイン、残り 400m、 これから直線の攻防に入ります。シャウルビートル外をまくって上がってきました。グリルスパイン抜け出した。2番手からレターボックス、シャウルビートル差を詰めてきている。シャウルビートル抜け出した。2番手にはグリルスパイン、いやー3勝目ならずか。マジかよ。不正やわ。いやこの前のレースなんかほんまなんかもうわざと3勝目させへんようにみたいな、なんかそんな感じ止まってんな。ピターっとてるてる坊主、励みになってしまった。おっ、米目4月2週火曜日、新宮寺牛舎。最近では地方の競馬も様変わりして狙いを中央の G1 に絞ったりしているから、
そうは侮れんわ。まして今年の風の電撃は今まで来た馬たちの中でも間違いなく上位クラスの馬じゃから。ロンリープリンスは絶好の仕上がりじゃ。今週は皐月賞一つ頼んだぞ。はい、頑張ります。さあ、ということで皐月賞が終わったら今日はね、終わりにしようかなと思いますので、皆さんもうしばらくね、お付き合いいただければなと思います。さあ、おお、みんな探してくれるね。おおお、みんな探してくれるね、本当に。スタンドで待ってるからさ、みんな来てくれたらいいのになっていうね。いや、もうあれなんですね、誰々が探してたよって、別の厩舎の、おお、帰ってきたわ。ポイント突っ込んでた分。いや、柿田さん、ツバメ王のこと覚えててくれたの柿田さんだけですよ。馬込み兵器、おー、柿田さん、今までツバメ王の面倒見てくれてありがとうございます。いや、タカマ、いよいよ早速じゃな、何や、震えとるやないか。すいません、わはは、緊張してどうすんや。ゼロで1000万買ったやろ、買ったやろじゃないかね、いろんな厩舎のいろんな厩務員さんがね、別の厩舎の調教師の人のことね、呼んどだでって声かけてくれてね。いやー、しょんぼり。あと一勝やったのに。さあ、ポイントはね、くれるのはありがたいんですが、いやー申し訳ないです、中山行くんで五月女に乗っといてもらってください、そのまま。なんか用ですか。1ポイント嫌われてんのかな。よう勝ってくれたのって言いながらね、1ポイントしかくれへんで、うん、嫌われてんのかな。いやー、そうか、足元モヤモヤしてたんか。なんかねえ、それでやっぱね、レース使われるのもやっぱ気持ちがね、モヤモヤしますからね。あ、どこに置いて。
先生。おお。高野が乗ってるやん前走。さあ。おお、ナミちゃん。すごいな、新人やろ。そのうちやわ。なんか、教えたろか？手取り足取り。教えたろか？お、高野、勝負やな。あのインタビューのと、生意気な騎手だとだいぶ言われたけど、ようやく真実を示す時が来た。僕の考えが、合っていたっていうね。そうかな？それはどうかな？お前の考えが間違ってた。お前もダービーのママの年気にしてんのか。みんな好きやな。頑張りましょうね、みんなで。うん、なるほど。さすが新井さん。おお。バカにはせえへんよ。お前は大負けやからな。俺に負けたんやからな。大負け騎士やぞ、お前は。風の電気はもう現地調整して、長距離走の影響もないみたいだ。おお、なるほどね。そうだ、お前のロンリープリンスにも対抗つけよう。本命にしろよ。さあ、泣いてもらっても、今週が皐月賞ね、クラシックは3冠レースだけど、まずここを勝ってまだけど3冠馬になれる可能性があるんだから、そうね。まさにその通り。しようか、佐々木翔。じゃあ佐々木翔行って今日は俺だ。4年目4月24日水曜日、魔老城ロンリープリンスの上に任せてください。ハンドでいっぱい任せてください。追えない。おお、まともに追えてないのに11秒8でだってことは、これは まともに置いてたらひょっとすると10秒切ってた可能性あるな。合わせるように追ってくれね。なるほど。かかり馬を離れてスタートしました。おっと、ミスフラックス出遅れた。さて、どの馬が行きますか。先手を奪ったのはゴールライン。リードを広げますブラックデーモン。2番手を追走。3番手ドリームスペシャル、ほとんど差はなく。4番手からサタンダイレクト、その外にはリブロストロング、ほとんど差はなく。今なんか終われへんなと、あのスティックをね上に倒して追うんですけど、なんか終われへんなと思ったら、あれやった、イヤホンしてるコードがスティックに絡まってて引っかかってたわ。押せてなかったわ、スティック。先頭はゴールライン、一馬身半のリード。2番手サタンダイレクト、ほとんど差はなく。6番ドリームスペシャル、3コーナーカーブ、その後ろは2馬身ほどの差でブラックデーモン。その後ろ、さあ前の馬が外に膨らんでくれたらそこから突っ込んでこう。そのうちに3番ポップクラクション、その後ろは2馬身ほど離れてユーロコレクション、ほとんど差はなく。後方から2番手にハワイアンムーン。ナイス。まだどの馬にもチャンスはありそうだ。依然として先頭はゴールライン、1馬身のリード。2番手にはさあ皐月賞でもこれをするだけ。3番手を追走するのはブラックデーモン。そのうちに1番ミスフラックス、5番手にサタンダイレクト、まもなく直線コースに向かいます。後位に人気のミスフラックス、ミ
半のリードを取りました。2番手に一気に走り切りなくしてきそうな、何あれ。車高を切りました。ミスフラックス先頭、その差を広げます。2番手からあれはやる気をなしてなくしてるわけじゃないの。あれは100を切りました。2番手は接戦。ミスフラックス、ミスフラックスリードを広げてゴールイン。ミスフラックス解消。合わせてくれって言われたのに。まあ、瞬発力が違いすぎて合わせる間もなかったもんね。さあ、運命の時間タイムが近づいてきました。ロンリープリンス、前の方につけていってくれ。あ、そうなんや。全馬ゲートの中、係員が離れてスタートしました。メディアバズーカ、好スタートを切りました。さあ、先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのはメディアバズーカ。1馬身のリード、ナイトモンブラン。2番手を追走。3番手にはオートリプレイ。前の6番ライジングレディ。前の方、その外には11番アフタヌーンティー。ちょっと前の方っていう意味を辞書で調べなあかんな、木杉君は。チャレンジ、外からその後ろは2馬身ほどの差、ね、ジュピターパレット、ホープザケイン。後方から3番手を追走。前の方ってどういう意味かっていうのをちょっと後方からフォースフィール、辞書引くかね、ググるか浸透。先頭はナイトモンブラン。ちょっとこのままやと無理ちゃうか、木杉君。2番手にはメディアバズーカ、3番手オートリプレイ、その後ろは2馬身ほどの差でボールピー、ほとんど差はなく5番手にライジングレディ。直線に入りました。人気のフォースフィールド、まだ後方です。ナイトモンブラン先頭、その差を広げます。2番手オートリプレイ、3番手にはメディアバズーカ、ナイトモンブラン。リードは4馬身。2番手からオートリプレイ、ナイトモンブラン。4馬身のリード。2番手全然プレイ、ハイトモンブラン、ハイトモンブラン1着でゴールイン。ハイトモンブラン逃げ切りました。いやー、ごめんなさい、こんなことで皐月賞勝てるのかっていうね。いや、いけるいける。お、高野のエンペラー、勝田の風の電撃。え、乗せてもらわれへんパターンです。ロンリープリンス、同期3人が三強にまたがり、クラシック第一戦皐月賞は幕を開けた。乗せてくれるよね、イベントでじゃないよね、勝手に進めちゃうよね。花を行くのはマジかよ。2馬身半のリード、まもなく直線コースに向かいます。5位エンペラー、先頭はベースディフェンス、エンペラー。1馬身半のリード、2番手からベースディフェンス、その差3馬身、エンペラー。リードを広げます。2番手からベースディフェンス、エンペラー。先頭、その差を広げます。エンペラー、エンペラー。今ゴールイン、ロンリープリンス2着でゴールイン、エンペラー。皐月賞制覇。なんなんこの RPG。 結果は高野のエンペラーが快勝、ロンリープリンスは2着。結局高野の選択が正しかったことを実証した形になった。風の電撃は道中不利があったらしく、2頭の争いに最後まで加われずじまいだった。まあまあ確かに、確かにあれが変わるから、この世はでもさ、何を楽しめばいいんや。よりによってエンペラーに負けるやなんて。すみません、俺の力が足らなかったんです。いや、そんなんやないで。Yes.
レースの綾じゃ。あれが実力やない。いや、ほんまやで。新宮寺先生、お願いします。あ、えらい、ちゃんと頭下げて。もう一度チャンスをください。わしからもよろしゅ頼んなさい。僕からもちょっとお願いします。本当にタクマをロンリープリンスに乗せてやってください。あの、ゲームやらしてください。すいません何も1回くらいダメだからといってすぐに下ろしやせんよ。ほんまですか。この馬にはお前が一番手が合っていると思った。いや、優しい。これからもずっと乗ってもらうつもりじゃ。いや、ちょっとイベントシーンにするんだけどやめてほしいです。必ず買ってお願いします。そうや、その息や。エンペラーもタカロもノトもまとめていてもうたれ。はい。何、どうしたん。大変大変、キスギ君、大変よ。どうした、ヒロハ。何何。勝田君が、勝田君がまた、すっごい大喧嘩。あいつ喧嘩っぱいな、ほんまに。どこ行ってもや、変わってないな。お前、何ちゃこいてんねん、お前ら。そっとやっとくれん、そっと。いや、それはそうだ、お前。何よ、このくらいの傷。なんで怪我してんの、誰と喧嘩してん。それにしても勝田、どうしたんだ。ほんまや。お前の方から大巻さんに殴りかかったそうじゃないか。大巻とか。中央のキャツラメ、地方騎士をバカにしやって。キャツ。どういうこと。奴ら凶暴してな、この俺に勝たせんようにしたんだが。そんなことあるわけない。そんなことないやろ、考えすぎちゃうか。お前来すぎ、最初から中央におるお前に何がわかる。中央の奴らはな、どっか腹の底で俺たち地方の騎手のことをバカにしとんだ。だで俺みたいに這い上がってきた奴は面白ねえんだわ。いや、考えすぎやって。思い損しだよ。そうよ、そんな風に決めつけるのは良くないわ。そうやね。ちょっといつからお前そんな風にひがむようになったんだ。まあ、蹴り飛ばしたよ、もう。やつらが、やつらが凶暴して俺を邪魔こいたのは間違いにゃあんだ。そんなことあるわけないって言ってた。じゃあお前自分自身やったら邪魔されへんポジション取らなあかんやろ。おい、もう喧嘩はやめてよ。自信がなかったからその邪魔されるポジションに行ったんやろ、お前。おい、そういうことやろ。え、喧嘩しちゃダメだよ。くそ、すぐ泣きやがって、女は。喧嘩したって、二人がそんなことで喧嘩したって何も意味ないじゃない。くそ、泣かれたらもうこっち男はもう何もできへんやろ。気持ちが、もうおみやらなんか分からせんて。勝田くん、ちょ、思いかけてこいよ、お前。なんだってあんなにムキになるんだ。好きでムキになったんじゃないと思うわ。好きでムキになったって。いじめられたから、いじめ抜かれてきたから、だから、だから勝田くん、ムキにならなくちゃいられないんじゃないかしら。わかるような気がするんだ、私。そうか、まあ、広がる。お前、ちょ、お前ら付き合えよ、じゃあ。あ、シュア三州、南原先生。天界の綾、まあ、そうも言えるかもしれないが、実力的にも少しエンペラが抜けている感じがしたのは俺だけかな。さあ、いやー、もうまさかの展開ねえ。前回もありましたこれなんか手品みたいね、イリュージョンみたい、パッと思いきやね、なんかパッとこっち向くのなんかね、イリュージョンみたい。いやー、そんなことよりも、はい、ということで、いや、楽しみにしていたクラシック第1巻ねえ、皐月賞、まさかのイベントシーン。あの時ツバメ王は、じゃあ天皇賞かねえ、
去年の天皇賞と同じで、いやイベントシーンせっかく楽しみにしていたね、レースね、イベントシーンでねえやられちゃいましたね。いや残念。あ、たぶんねえ、一応 RPG なんでストーリーがあってなんで、まあまあここでね、例えばそうね、要は勝てないゲーム、勝てないレースにされてもね、面白くないですもん、実際乗ってね。なのでまあまあそういうことになるのかな、なんですけど、多分ダービーですよね。うん、ダービーでまあ逆転するみたいな、そんな展開になるんだと思います。さあそれでは今日はね、もう4時間プレイしてね、まあもう4時半になるんでね、今回これで終わりたいなと思います。まあ次回はだからダービーかな。うん、次回の目標はロンリープリンスで日本ダービーね、やっていきたいなと思いますので、皆様お時間都合がね合いましたら、また遊びに来ていただければなと思います。それではご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。いや塚尾さんも初めましてですが、またね気が向いたら遊びに来ていただければなと思います。皆さんおやすみなさい。お疲れ様でした。それではね、もう今日は金曜日ですのでね、週末に向けて今日も元気に、せーの、頑張れっつ。お疲れ様でした。前回までのこれナンバー6になるんで、前回までのアーカイブありますのでね、もしねよろしければ見ていただければなと思います。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。ありがとうございます。トニオさん、アカウントを切り替えて頑張れっつスタンプありがとうございます。それではおやすみなさい。またそれではお会いしましょう。